入っていいっすよ。相手にモチさんいるんで。あ、誰だろうと思ったらモチさんか、これ。知らない名前の人がいると思ってたんだけど、と昨日の配信が好評だったんで今日も配信つけますよ。俺らができるだけじゃん。え、あれね、見てたけどめっちゃ面白かった。面白いな、あれ。俺が切れてるだけじゃん。ボロックスに言われてるよ。いやでもしょうがない、ちょっとボロックスに言われるプリングしてるかな。あれはもうボロックスに言うよ、俺は。助けて、成長しろ、手越し。成長しなきゃ栄光はつかめねえぞ、お前。頑張るわ。成長しろ。相手どこチーム？ジャックさん。ジャックさん。ジャックさん、モチさん、のちさん、マリアントワネット、茶柱さんか。これジャックさん。マリアントワネットがジャックさん。あれジャックさんか。あ、ジャックさんの元カノ。そうなの？マリアントワネット、ジャックさんの元カノだから。とりあえず多分知らんけど。聞くことを知れてほしいって、これ茶柱さん。俺。あ。あ、茶柱さんいたわ。いや、入るわ。チーム名どうします？魔王を手越していいんじゃない？俺、流れ玉で死ぬがいいんだけど。流れ玉で死ぬ。あ、いいね、流れ玉で死んでいこう。最高、それ。世界一に弾が流れてくる現場です、ここが。流れ玉で死ぬは最高だわ。もう流れ玉でいいと思うよ、前は。チーム流れ玉。俺らが流れ玉じゃないんだよな。流れ玉で死ぬはほんとにおもろいわ。頑張ろう。流れ玉って英語でなんて言うんだろう。調べるわ。いや、英語にする必要なくね。いや、なんか流れ玉でしようなんかダサくね。いやだ、なんかあの流れ玉あった、流れ玉英語。ステイバレ。これ日本語にしたら。あ、ストレイショット。ストレイショット。流れ玉に当たるだわ、これ。違う違う違う。いや、ストレイショットよくないもん、これ。流れ玉で死ぬから。じゃあ、アストレイバレット。流れ玉で死ぬなら、ビルドバイテッドって言わないか。そうだね。I killed by stray bullet. ダッセ。ストレイバレットでよくないの？英語にするのに。SB でこれ、SB。チューザーが。流れ玉。ストレイバレット。ストレイバレット。いいね。じゃあ始めるか。おっす。唐突に決まったチーム名。ストレイバレット。ストレイバレット。SB。ダサい。ソフトバンクホークス。契約だ。ダサいのがいいんだとこある。ああ、まあわかる。なんか変に無駄に気取ったのよりかはね。ダサいのがいい。チーム名はもう流れ玉で死ぬ。だって流れ玉で死ぬのがダセんだもん。おめでとう。いや、昨日はマジで面白かったよ。そう、流れ玉で死ぬ、流れ玉で死ぬ。いや、左玉飛んでるからね。いや、流れ玉で死ぬっつって。持ってかやっていう。どんだけ流れてくるんだよ、お前んところ。流れすぎだろ。何十発、何百発流れてきてんだよ。それ流れ玉じゃねえよ。お前が撃たれてんだよ、それは。流れてないんだよ。撃たれてんだよ、それは。確かに。そっか、流れ玉ってあるんだよ。でも、例えば、飯さんに撃ってた頭で、手越さんが死ぬってことだもんな、普通に。あのね、手越がそんだけ流れ死ぬんだったら、それ流れてないんだよ。撃たれてんだよ、ただから。じゃあ、撃たれて死ぬでいいんじゃねえ？いや、彼の名言だから。もう、なんならさ、もう、文字いっぱいに流れ玉で死ぬまで入れて、自分の、残った文字数だけ自分の本に入れて。流れ玉で死ぬ。あと2文字じゃん。流れ玉で死ぬ村。M3 みたいな。
流れ溜めで死ぬ村、流れ溜めで死ぬ飯っつっていいじゃん。最高。茶葉さん左から来る。右ダイナモ、左、左、左、チャーポジのストの姉から手前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 あと一発、いやもう天部座れてほしい。アーマー左、あ、違う、ザッピ左、ザッピ左、ダイナモとチャーにミサイル入れたわ、あれ後ろからカワンスイ、カワンスイ、一緒にやるぞ、一緒にやるぞ、これボルドライタ一枚やった、一枚やった、これダイナモ一緒にやろう、ダイナモ一緒にやろう、やった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 、ナイス、ちょっと見る、それ、それチャボさん、それチャボさん、ミサイルチャボさん、ボールやった、ボールやった、怖い怖い怖い、ナイス、ちょっと塗るわ、固めよう、固めよう、固めよう、ザッピ左来た、引いて、引いて、引いて、下がって、下がって、下がってよ、無理しないで、無理しないで、チャー気をつけて、チャー気をつけて、さあ左ね、大村来た、行った私、行った私、行った私、ダメだごめん、ナイス、ツーロック、ツーロック、左ロック、ツーロック入れて、ダイナモが全部入れてる今、1枚、1枚事故った、1枚事故った、ダイナモ見合って、ダイナモ見合ってる、ダイナモ、ね、ダイナモ右見合ってる、右見合ってる、いやダイナモちょっと無理これ右、あー無理す、無理すね、ザップ中央、右下だね、ダイナモ、おーライドボールと、ナイス、いいよ、中央2人、その右の下に1人、了解了解、あれダイナモ、中央2人いるわ、ナモ入った、ナモ入った、ナモ消す、ナモ消す、来るザップじゃないか、あーまあそれごめん、ナモやられ、ナモやられ、右ナモ、右ナモ、左山ボールド、ボールドなかったー、ダイナモ、あのダイナモあんま詰めない方がいいよ、あの人マジで詰めるとね、一瞬で彼氏してくるから、ボールド詰められた、ボールド突き合い、ダイナモあと一発、ダイナモ待って、ダイナモ打った、2発、いいやなんすよ、じゃ前に10発入れてくよ、よし、お1枚って入れない、1枚やった、ナイス、右シールド、ちょっと待ってね、いらないボールド、エリアボールド、いや2人入れた、あーごめん、何何エリアボールド、エリアボールド、エリアボールド、ボールド左2入った、やられ、自陣来るかも、左山ちゃう、うわ最悪、ボールドリス、ボールド、ボールドリス、ボールドリス、ボールドアーバー剥がしてる、これもらえそう、いやほんまった、やらかした、やらかした、ごめんやらかした、手前処理し、手前処理先しよう、これザップ、そこザップ、ナイス、どうかな、アメリマ、ジナモ、左通路、茶、左通路、左通路入れた、ボールド入って、ボールド入ってる、まぁ、あ、右、右だよ、右だよ、ボールド裏いるからね、ボールド裏いるからね、ちょっと来て、裏から裏から裏から、正面裏、正面裏、正面裏、ボールド見合って、ボールドあと一発、ボールド削って、ボールド削ってる、ナイスやり、ボールドやり、入った、アーマー入った、ミサイル入った、奥に、右、いやー、これ左に詰めてる、これカバー欲しい、ナイスカバー、これ行こう、これ右に2人、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 これエリア取るの、先エリア、先エリア、先エリア、絶対先エリア、さあ、何も見ない、いや、強引に押そうとしなくて、ゆっくりやる、ゆっくりゆっくりじわじわ上げていこう、これ相手カウンターするのだいぶ高いから、チャバはある程度無視してもいい、中央、右2、右2やった、右2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 、2人で正面は。ボールやられてる、ボールド。右、右2、右2。ボールドやった。もう1人やった、ミサイルでやった。ザッペやった、ザッペやった。ナイス、チャート陣、チャート。ごめん。エリア回復、エリア回復。1枚やった、1枚やった、1枚やった。インクレールでダイナミック、インクレールでダイナミック来た。ボールドあと一発、ボールド禁止、ボールド禁止。下がる、いった下がる、いった下がる、いった下がる。チャーポジボールドとダイナモ、ボールド、ボールドとダイナモ入れてる、ダイナモ右降りて、ダイナモ右降りて、右ダイナモ入れた、右ダイナモ、右ダイナモに入れた、ごめんチャーもらった、正面チャー、正面チャー、ボールド出しよう、いや引くよ、ナイス、ダイナモ来てる、ナモやられ、ごめん、いやごめん、左通路ザップ、左通路ザップ、いやごめんチャーもらう、なんでなんは、あの右ね、これはこれ無理だ、なんか昨日のザクさんと違って定位置を抑えられる人、特に左を抑えてくれる人がいないから両サイド警戒しなきゃいけなくなって、
ついね、これ。あ、本当はローラーに押さえてほしいんだけど、左は。あのね、左ね、奥まで行けないよ。つらい、ごめん。あの、抜けるボールドを見るだけでいいんだけど、まあ、正直言ってほしいじゃなくてもいいんだけど。俺見てもいいけど。ちょっと前怖いよね。うん。いや俺、ゾンビ寿司だったら全然見るよ、俺。いや今回、あの、寿司ペ持ってるから。どこにする？昨日は役弾にしてたんだっけ？多分ね、矛が多分一番いいと思う。相手、あの、ダイナモいいから。じゃあ、矛でどっか。ダイナモ弱そうなところの矛行こう。縁側矛とか行く？縁側矛。ダイナモくっそいよ、縁側。縁側矛か、ホッケ矛じゃない？ホッケはちょっと俺嫌だな。ああ。いいよ、縁側で。縁側にするか。いやつがさ、完璧な潜伏やったのにさ、すぐ出した瞬間、ジャックさん180度振り返って当ててきたんだけど、何やる？ジャックさんだから、あれ音聞いてやってるやつでしょ。あ、音か。音は普通だろ。音聞いてないの？逆に。あの俺、スピーカーないよ。やめた方がいいよ、本当に。ああ。できればあれだね、あの、オーディオ分配ケーブルで。やめた方がいいよ、スピーカーはあんまり。ね。おすすめしない、スピンゲームで。あのヘッドホンさ、PC の方に繋げちゃってさ、これスイッチの方に繋ぎ直すのね、相当時間かかるからさ。OBS から通ればいいよ。あの、遅延がある、OBS。そんな遅延ない、そんな遅延ない。ない？はい。だから遅延を気にするんだったら、スピーカーはもっと気にしてよ。ああ。最初聞いた時はならないかもしんないけど、あ、1日やったらもうほとんどならないよ。オッケー。ラクさんは多分 OBS とか音聞いてるんじゃないかな。だったらもしくはなんか人なしょうもないイヤホン買ってスイッチにぶっ刺してもいいよ。ビールが受けに大丈夫かよ。ちょっと悪いこれ。悪いでいいと思う。これ相手割れないから絶対塗りとろ。これ左まで来てない、左まで来てない。右に行ってくる。右玉入った、右玉入った。あー左ないないない。左リール、左リール、リール来た。ナイス。こっちに2枚来てる。リールとザップ、リールザップ。名前入れます。名前やった、名前やった。ナイス。リールやった。俺持つ。マジでいいよ。出てでいいよ。角に、角に、角に、この角にいる。やった、ナイス。ザップしかしてる。ザップやった、ザップやった、ザップやった。ナイス。ダイナマキス、ダイナマキスしてる。ダイナマット一発、ダイナマット一発。ダイナモ、いやー見てほしいな、これ。いやこれ前に出て、前に出て、前に出て、もっと前に出ていい、もっと前に出ていい。ゆうとさん、ここ進んでる時一緒に進んで、これ。オッケー、了解。じゃあゆうとさん、ゆうとさん、あの歩行で進んでる時に地中を取ってる意味全くないから、ガンガン出ていい、ガンガン出ていい。ここは本当に基本押しゲーだから、これ。左ザップ、左ザップ。ダイナモ右でいると、ダイダイ、あ、右ダイナモいる。これリール2発絶版もらえそう、これ。なお見合い中。ザップやった、ザップやった。自分ちょっと遅れてる、俺。キスですわ。ここやった、ここやった。うわ、ごめん。なおとずっと見合ってる。フライグ2発カバした、カバした。キス。ダイナモ撃った、それ。なおやる。禁止なお。いや無理だ。ナモ右、ナモ右。これ抜けて、ボロしてボロしてボロしてる。ナイス。左見てくる。この中に。いるいるいる。右ダモ、右ダモ。あ、スタッフ。ここに。ごめん、ディールやない、ディールやない。超ディール。一発、一発削ってる。スタッフ手前に入る。スタッフは回っただけ。ゴール下にディール。ライもやった。スタッフもうちょい。ここ届かね。ラストまだいる。まだ、ヒデヒデ来た。右広場、右広場。誰から行こうか。でも知ってほしい。何やられた。裏やられたなら言ってくれ。ボルト来てる。ごめん。ここより前に出てほしい。はい。前ザップ、ザップ、ケツとやった。ザップ、ナイス。もう待って。ここ付近だよ。
ボールだ。ボールでナイス。もう一旦持ってかな。いい、持つ持つ持つ。ダイナモ見合ってる、ダイナモ見合ってる。ダイナモ中、ダイナモ中、ダイナモ中いる。左リール、チップ入ってる。ナイス。ナモ裏、ナモ後ろから来るよ。ナモに。うめぇ。ナモやったけど。マジそれ、ナモやった。え、そしてザップにやられてる、そこ。ザップに、ザップいる、ザップ。いや、ごめん、ボールドもいる。いや、もう何いるかわかんねえ。ごめん。ボールドもザップもいんの。ボール出る。報告してくれてほしい、頼むから。その奥に聞き飽きたんだけど。いや、今ね、位置が分からなかったんだよ。なんて言われたっ左武器が何枚いるか教えてほしいけど、それだったら。やられた、押して、この位置って。右リール、右リール、右リール。リール、配ってる。ナイス。あ、もう抱えた。ナイス。ここもやった。おい、ボールだよ、ボールだった、ボールだった。リールだけ、リールだけ、リールは復帰？リール復帰。オッケー。リールいた、リール中央。シュン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 引きまーす。リール。リール正面、リール正面。ボールだった、ボールだった。リール正面、ナイス。中央に一人いる。なん？ザップ返した、ザップ返した。左上で。左、左。リール右上、リール右。ナモにやられてる。うわー、最悪。ナモやる。リール、リール中央、リール中央。割られるわ、ここ。さらっと。足元抜ける。下がるね、ジェッパー来たから。ごめん、逃げれねえわ。決めた。ザップられねえ、ザップ左から攻めてくる。ザップ入った、ザップ入った、ザップ入った。ザップ、あともうちょい。ナイス。茶柱がここ上にいるな、これ。結構バランス取れてるな、ジャックさんが苦手な方向を彼がいるから。うち得意な料理一個もないからさ。ねえ。右ダイナモ正面ここあと左左ナイスザップ一発それ頼むカバしてくれ右ヒロナモ誰右ザップ右ザップ右ザップここやんなきゃ終わるここやんなきゃ終わるここやったナモ来てるよここまでこれで終われんよなアサリ俺ら何で勝てんのマジで勝てんの何で勝てんのエリアも勝てなくてさここも勝てないってなって何で勝てんの俺らナバリバッタナバリバッタの一番無理だよだっけもう無理キルが追いつかないんだけど追いつかない追いつかないマジで追いつかないしここ持っても全然上がんないし上がんないし上げきれない俺一人の力でマジで何したらいい俺ゾンビでも積む若葉にでも手越しかゾンビ積んでほしいんだけどゾンビ 3.9 とかどうどこやる俺らとりあえずいろいろどこやるよ俺たちマジどこやんの俺たち何選べばいいんだ俺たち本当に分からんのやがえどこ選べばいいんだよマジでどのステージも勝てる未来が見えないアサリもあれだよね茶葉さんいるから相当きついねこのチームだと何やろうかいや何やるよ何やる何やればいいんだ俺たちえ何やればいいんだろう箱フグエリアとかどうはい、頑張る。箱フグエリア。うまい、いいよ。箱フグヤグラの方はいい。いやー、いややってみよう、これ。いろいろ試してみよう。もう俺、もう、一つも思いつかなかった。あー、でも、あれかな。酢飯エリアとかなら着地1回でエリア返せるから。あー、確かに。あれかな。多分、行く前に。このチームめっちゃ強いぞ、多分、ジャックさんのところは多分。強いね、チャーもいるからさ、なんか立ち寄とかも出しづらいしさ。アマビエリア。バランス。あ、アマビアグラ。アマビアグラ、アマビアグラどうなんだろう。やってみる価値あるけど、まあ、いろんな試していくしかないな。でも問題はステージとルールじゃねえんだよな、多分。もうこ、あれ、お荷物2人がいるから、ここ。まあ、あーもなんか。頑張って切り取るよ若葉で重にすぎるでしょそれ多分そメシエさんの枠をね前線を上げなきゃいけないと思う前線を上げなきゃいけない落ちてないもんメシエさん若葉ってザップ持ちつつより出てくるぞこれそのでも若葉の方が多分帰って切り取れる気がする切り取れるそれだったらいいけどだからあれよねもうちょっと俺も前で出なきゃだもんね
頑張ってみるわ。ラインの意識を合わせないと俺たち。村久保さんにカバーしてもらえる位置までは出なきゃ。わかった。茶葉さん風呂持ってきてるんだけど。風呂練習でもするのか。俺風呂綺麗なんだけど。あの正面右側行ってる。右側にもいる。右側もいる。あんまもうすぐたまに。風呂やれそうそれ。やったやったナイス。リール剥がした。リール剥がした。やごめん。出過ぎた。足元に行ってるよ。ごめん。左、右に、右ダイナモリール、右ダイナモリール。これ、エリアスティールするわ。裏からランク来るかも。裏来てる、裏来てる、裏来てる。裏ザップ。あれか。ザップエリアだ。ごめんね、同じとこ来ちゃった。俺帰る。ごめん、ザップもらった。リールエリア内、リールエリア内。帰れねえのか、これ。リールエリアね。右にダイナモとフロー多分。あんま溜まってる。ノーツコンだ。手越の位置を完全把握は今日できない。あまりマジでパッパ。負けた。ナイス。ナモ左が行ってる。左まだ2枚で2枚で。前方向に1人ずつ。手越早い行くのが。お前。行き過ぎだお前マジで。どこまで突っ込んでんだよ。中央フロー。たまった左ザップ左リールとザップ中央ダイナモン。いや狭い場所が中央最悪狭すぎる。あてダイナモンはやったけどもう無理だよ。だってる気がしない。昨日学んだこと何も言ってねえじゃん。広告もせねえしバカに突っ込んでるしどうしたらいいんだよ。一日寝たら忘れるんかすべてお前昨日のこと。もうお前もうモニターに書いといてくんない？みんなにいつから報告するって。もう嫌なんだけど昨日言ったこと全部忘れられるの。腹立つんだけど単純に。何？昨日言ったこと全部忘れんの？だったら毎日対抗戦やる前に言うよ俺。どうしたらいいんだよ。教えてくれよ頼むから。何しよっかな。いや俺も今ゴミだったね申し訳ねえ。あれ無理だよ。無理だよ。打開にしかも突っ込んでさ1キロ前で死ぬの何なのあれは。手前からしょってこうってだから毎回言ってるじゃん。このワンチャン思考やめてくれない？いい加減。ワンチャンあるかもしんないワンチャンあるかもしんないってさワンチャンないから。もうないからワンチャン。やれることみんな食べるしかね。ガロンなんか持ってんの。あともうやだあれかもさっきね、ダイナモとフロイルときに右にずっとカーリング流してるより多分あれ左から回ってった方がいいのかなってちょっと思った。いや左もザップが見てたよ。あの左俺らが全員いたからさ左から無理か難しいかな。そうだったら別に右でカーリング流すだけでも全然いいけど。多分ね、ゆうとさんが右で手越しが左っていうパターンの方がいいと思ってた。射程的にも。Okay. ん？あ、そう。そう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 。やれることで全部やろう。全部。よし。もう、すべてのルールやるぞ、私。お。みんなは土日お休み？もう学生だもん、ね。ああ。指サップ見えた。サップやりたい。ごめん、引くね。足元に行ってるよ。ヤグラ、ヤグラ北斎。裏入るわ俺。後ろのアモ。あ、まずいかな。ナモやり。ナイス。右1枚。ミサイルに。ごめん、北斎もらった。北斎あと一発。北斎にミサイル撃ってる。北斎、北斎。すげえ、下手くそ、ごめん。北斎、ヤグラ、北斎、ヤグラ。ヤグラ、北斎、北斎。あ、ねえよ。おぉ、ボムあった、ごめん。え、どんまどんま。ザップ来てる。あ、たよ。ナイス。ザップ、ザップ下ろしたけど。置いてきてる。ザップに山、ザップ、割れた。ダイナ1枚登ってくる。ダイナモだ。ナイス様、ナイス様。当たんねえ。めっちゃ入ってる、自陣。クレバ入った。いった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 。もういったいった。ダイナモやった。ザップだけあと。ザップ、一発入ってる。出るけど。ザップ右下降りた。真ん中塗ってる。いいコン飛ばれてる左奥の。いいテコサル。いい。北斎のいる。北斎やった。ナイス。
ジムザップあんまり気にしない。ダイナモと敵敵だからザップ。ゆっくり行こうじっくり行こう。左奥左奥ザップ左奥ダイナモいるこれ。降りた右。まだいる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 。いやー最悪二重に甘ついた。ダイナモ必死ダイナモ必死左高左高左高。ダイナモ。ダイナモ入った。ダイナモ入った。右いるね右いる。下からのビーコン壊してから行くわ。いや右キロ北斎。ダイナモ焼かれなかった。ダイナモ焼かれなかった。ボム投げボム投げこれ。ザッパ入ってザッパ入ってる。ザップ禁止だけは無理だ。いやー生一発当ってる。ザップ G 入ってきた。割ってる割ってる。ザップやれ。やられた。9番かいな。北斎ヤグラけど。ヤグラホックス。ヤグラ北斎ザッパね。ザップ一発で2発で死ねお前。北斎北斎じゃない生一発。北斎やった。アイスやり。ヤグラダイナモ。ダイナモやった。これザップ見合ってる。ザップやった。アイスザップ。ヤグラ乗り任したい。ユートさん乗り。いやいや、ま、乗る乗る乗る。ごめん、ニンニク北斎見えた。北斎と北斎。アイス。なおニンニク奥。あ、待って。危ない危ない危ない。いやー、バレてる。ごめん。ナイスサバ。ザップ。ザッペが来てる。あ、待ってきまーす。そう。2ビーコンあるから一応裏取り気をつけて。え、アーマーが重いなマジで。右ダイナマ入ってる。左ザッペ2枚。あぶね。右ナモ。ナモやる。右ナモ左3枚。北斎見えた。上がってくるかも、1枚。ダイナモ入った、ダイナモクーバ入った。北斎入ってる、石坂、手前でよ、一発当てた。やべえ、持ったぞって。ザップ上がってくる、ザップ、ジェリー入ってきた。ザップ、ごめん、ザップ、いるよ、クロさんザップ。よし、ザップ行こう。ヤグラショウ、ナモ。北斎一発。あごめんザップもらうわ。ダイナモやった。北斎やった一発。いやー逃げた。ダイナキン3人いるからねそれ。もう一枚右上。右いやー北斎届くのかそれ。ごめん北斎上がってくる上がってくる。手前から上がってくる手前から上がってくる。北斎相当品しないけど食い物で死ぬぞ多分。右ザップ2枚。ああ。いや無理だ。ザップ上がってる。ザップ抱えたけどもう一枚上がってきた。ごめん手前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 上がってきて上がってきてそれカバーそれ絶対やってほしいな。いやマジか。ごめんザップ一発。北斎に行くした。北斎降りた。うん一枚で右上がった。うわナモは抱えたけどいや無理だよこんな。いや無理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 これ無理だよ。無理じゃないこれ。無理どうしたら勝てるんだこれ。おさん無理なんだけど。無理でしょ。アーマーがきつい。いやすまん。相手チームに聞いてみる。俺はどうやったら勝てるかな。ゆとさんとスプスピーが何持ったっけ。基本スプスピーしか持たないけどたまにバレルデコ持つかなって感じ。あバレル出してみる。リミならどう。リミ出してみる。あリミでもいい了解。出してありだと思う。攻撃積むのは実質ありだと思うな。相手の編成あんまり攻撃ないからなんかなんだろう噛み合ってないかもしんない。ゆとさんのスプスピーと俺の動きがどこやるよこれ。メディアかな。V で行くか。とりあえずその左のチャーポジから村雲さんサポート気味でって感じ。いや多分ここは多分リミックス一緒塗ってるのが強いと思う。うん、はい。リミックスどこ？はやります。リミックスどこ？リミックスは左高す。あった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 。あそういう。ちょちょちょ。
やああ野猫さんとこ対抗戦で元気あるかな。なんかまあいいや。ああ20キロ目指そう。ジャックさんいてきついけどやるしかない。俺がキル取んなきゃ。エリアマフロエリア内左から1枚上がってくるの。これ左からセンサーだ、センサーだ。いいのも左から左ザップ、左ザップ。返したんで出るわ。3枚ロック、3枚ロック。いやーと、いやーごめん、1枚事故った。セーズ入んねえのかそれ。ラック1枚やった。ナイス。あけピッチャーピッチャー。3枚ロック、3枚ロック入れてる。右2、右2で左1。おー、フラット一発。いやーごめん、カバーもらうわこれ。左めっちゃ熱い、左めっちゃ熱い。入る。弾もたまる。また入れまーす。エリアにナイスマークよ。よし、どうやね。待って待って、これ死ぬんじゃない。死んだ。エリアザップ、エリアザップ。4ロック入れるけど、右手前1枚入ってる、右手前1枚入ってる。はい、入れる。ザップね。あんま割っただけ、3発やってる。直射3発。ちょっとカバーいけねえわこれ。あんま入れます。左崩せる。いやーどうだろう。誰でもないスマン入った。左、左2入れたけど相手はあんま。スマン、おっと。誰でもエリアね。1やったけど、2やったけど。3枚やった、3枚やった。もう無理だよ、3枚やって勝てんの。ザップタップだと、あの、キル勝ってくんないと若葉機能しね。ただの介護官になってる。無理。いや、俺キル取ってんだよ、俺もう。ちょうど1枚やって、2枚やってさ。ほらだ、俺キル取ってんだもん。無理だよ、こんな。俺キル取ってるもん。どうしたらいいんだよ、ラストも3枚やってさ。意味わからん。俺ザップ2枚やってダイナモ落としてんだぞ。どうすればいいんだよ、俺。いや別にミシーズンに残ったりじゃないよ、これは。分かってるよ。どうしたいんだよ。俺やっても無理だけど、こんな。俺5の2だぜ、だって。あの、勝ち方が分からん。無理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 。ちょっと、ちょっと、2、すいません、あの、ちょっとうちの2割来てもらっていいっすか、皆さん。どうしたんですか。ちょっともう、あの、無理、助けてほしい。行きます、行きます。はい。ポーチ4人呼んできたわ。早い。無理だよ。どうしようかっていうの無理なんだけど、俺ラスト1枚2枚3枚やって負けんだぜ。俺5の2でキル足らんって、もうどうしたらいいかわからん今の試合で。何をすればいいんだよ俺は。もうガチよこれ。どこでもキル取っても勝てないんだって。出ない、もう無理。毎回足すぎたらキルトップだぞ俺。もう無理だよ。キルで終わってないのにさ、全部負けるんだもん。なあジャックさん、ん、もう試合やんない、ちょっと試してみたいことがある。いいよ、でどうぞ。いいっすよ。どうしたらいいの。だってこいつさ、昨日言った報告とさ、前に聞こえないこと全部忘れてんだもん。ポケモンでももっと覚えてるぞお前。1、2の3歩かんじゃねえんだお前さ。我々チーム元に戻るか。それだったら新技を見せてくれ。なんか手動きが試したいことあるって言うから。これ持った方がいい。そうだね、もう一セットやろうよ。頑張ってください。もう無理。俺が悪いのかな。いや俺が悪い、ごめん。見られるかね。そう、下手だった今。もう俺が20キル取れないから悪いんだ、きっと。噛み合ってないんだよ。有効なキルになってないんだよ。俺らの残りの動きがあれだから。無理だよ、前線は。足場ない中、ワンブイ通信だよ。なんで前線ローラー相手、俺も前線になろうとしなきゃいけないの。いやー、おもろいな。
もろくないよ。もろくないよ。何もおもんない。で、何を試すの？ティジは？え？ニュートリアグラ。ニュートリアグラ？まあいいよ、いいよ、一回試してやろう。いただきます。はい。え？何を試すの？何試すん？クゲ。クゲ？わかった。クゲね。で？ユートさんをスピンスプスピで。はい。これでちょっと一回やってみる。若葉でいいの？若葉で。はい、わかった。もう手押し、手押しワントップコースでね。俺今気分が好きですよ、ちょっと薬渡されたら多分飲むよ。ああ。ああ。ジャックさんたち、こんなストレス毎日来たらタバコ吸い出すわな、社会人。タバコ吸おうかな。やめてけ、タバコ、また税かかって高くなるから。自宅ね、高いしなと思ってたけど。逃げ出したい。あれじゃない。どうしていいか分かんねえんだよな。自分自身に原因が見つかんねえから困ってるんだよ。俺はどうしたらいいの？俺どっち行けばいい？ワニは任せるぞ。とりあえず超でいいの？全員。とりあえず左行こう、じゃあ俺。俺も死ぬ。左何も見えた。ヤグラになんかいる。あー、ダイナモ。待って、これ死ぬ、ごめん死ぬわ。中央、中央、中央だって。中央だって。ナイス。あら、クラブラム、クラブラム、左闇、クラブラムいいよ。クラブラムやったけど、ちょっとヤグラ。ダイナモナイス？中央、ゼット。ゼット入った。ダラクジェット引いてる。ヤグラ乗ります。ごめん、1枚乗るからいいよ、乗るからいいよ。左1枚、ゲットのフラフラ。正面何も見えてる。ごめん、言うとか、ヤグラ追い出されても俺行く場所ないや。あ、了解。ヤグラ乗る。ルカマさん、そこ上なんかいる。いるいる、分かった分かった。待って、ごめん。解いてほしい、解いてほしい。いや、ちょっと、うっ、すまん。ゲット中央降りた。めちゃまだったね。中央、ジェットのフラフラ。中央4人。ヤグラクラブラ。ヤグラ行くわ。クラブラ入ってる。ナイス。ヤグラ、ヤグラダイナモ。ダッピ一発入った。ナモ2点目。まあいけねえんだよなこれ。ジェット8回そうだけど、ジェットあと一発禁止。ダッピ右、あ、ダッピ右ね。シーナ全然上がんねえこれ。あ、ナイス。いいね。いいとこにあんな。裏ザップ。ヤグラクラブラ。裏からザップ。手前ザップ。左金見くるよ。裏取られてる。裏取られてる。ザップ引きつってるけど。ザップやったけど。クラブラもらう。対応できねえ。これ多分ユウトさんも相当キルで勝てないよこれ多分。クラブラ左。クラブラ、クラブラ入ってきてる。いや無理だこれは。クラブラ右ね。クラブラ見合ってるけど。ザップやったけど。やってる、クラブラと見合ってる。クラブラ右かな、見てる、来てる。ジェットやだ。そっちここ。ジェット、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 ジェット。クラブラやり。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。ダイナモが中央かな。ダイナモ中央。右入るわ、ちょっと左無理だ。ダイナモ中央。一枚、もう一枚、ブロック、ブロック入ってる、ブロック手も入ってる。ザップやった、ザップやった、ザップやった。無欲なも、やるか。なも、やらない。無欲なもね。やぐら。いやー無理だ。いやー、クラブラやれねえか、今の。くそ。クラブラ、相打ち。ダイナマチュー、ダイナマチュー。中央、中央ジェット、中央ジェット、中央ジェット。ナイス。甘えてる。やぐらと中央ジェットね。ナイス。クラブラ一発。やぐら乗る。中央。クイブ入った、中央。俺右入るわ。ジェットやった。あ、嘘でしょ、ごめん。名前やった、名前やった。ジェット引いた、ジェット引いた、ジェット引いた、ジェット引いた。ジェット入って持ってる。あ、まだ、ごめん。うん、最悪。右奥、ジャップ。中
ちょっとプレスだね。左ダブルやった。あんま溜まってるけどまだ入れない。入れます。正面なの、正面なの。あ、1ジャグラ、ジャグラ、クラベレット、クラベレット、クラベレット。ダイナモ左かな、右かな、はい、3落ち、3落ち。ダイナモやった。おら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 、これ詰めよ詰めよ、これガッツリ前でよ、これ左詰めと思うんだよ。左詰め、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 吹き合ってる、吹き合ってる。クラブラ、クラブラ、これ正面いなくていい、正面いなくていいよ、これそっちから行くのは絶対無理だから、引いてくれ頼むから。左2人、左2人、ミサイル入れてる。ザッペった。もう全部球すいやん、お前。正面から、正面から来る、正面から来る、正面っていうかブロックの2発、生2発ナイス。うわ、これ左高にラスト、左高正面いったわ、正面いった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 。やぐれザップ、やぐれザップ。左めっちゃ熱い、左熱い、左クラブラザップやったけど、クラブラジェット上がるわ。あんまない。ヤグラクラブラ、あー Z 右、 Z やった。クラブラ効きまーす。無理だこれは、くそ3が立つだけダメだ。待ってこれし、右に俺行為は絶対止めた方がいい。キルが足らん、明らかに。無理無理、前線上がんでも全然やめたから、絶対見たからいい、これ。OK。無理だよ。ユダさんの立ち回りは相当大きく変える必要ある、こんな。一生後ろで粘ってるけど、無理だよ、これは。まあ、編成は無理だったんです。もっと前目でいい？うん。うん、わかった。俺が公演の時は前目の方がいいけど。俺、公演持たないから、もう。いや、一本勝ちたいけどな。アンチョビヤグラ。アンチョビヤグラ？うん。これ持たんよ、俺。あの、ついに全然。まず、勝てるステージを探してみたい。ステージが問題じゃねえんだよな、多分。ザップザップ行く、ミセさん、俺と。どうする？いいよ、やってみようよ。やってみるか、ザップザップ。ザップザップ、可能性ありそうだよな。セジャン積む？セジャンは積まない、大仏積む。一応ね、最終奥義にね、あのペナプライムっていう手があるんだけどさ。女帝杯ね。やばそう。女帝杯で村雲くんペナップ禁止でって言われたから。でも全てを金繰りしてキル取るんだったらペナップライムにされてるさ。エリチキは一回カードゥーだってちょっとやりたがってるよ、彼。やめとけやめとけ。それで勝ってるよ、悲しくなるだけだろ。確かに。トレードしてくれるんか、それで勝ったら。ダメでしょ、そんなの。ノーライターに無理無理無理。オラオラ手心超えてきたぞ、相手。多分あのローラー茶柱さんだよね。絶対そうだと思う。止まらんと思う。ヤグラに一人。あ、まあどんなやつくんだよ。どうやった、やったやった。右裏。後ろに一人、後ろ一人。ガバスガバス。ナイス。ダイナモミサイル撃ってる。はいよ。名前子、名前子。うますぎだろこの男。まあ一人か。うわ。いいよ。待って、高台キープしてくれ、誰か。高台入りに行くけど。ロライル、ロライル、一発。ローライやった。裏は何？ミサイル見る。裏は来てない、裏は来てない。3人にミサイル撃ってる。ダイナモ相当削ってる。あ、まあ入れるわ。ナイス、ダイナモやった。ナイス、でかいでかいでかい。乗る乗る。あ、食べろ。高かって1枚。了解。3発です、3発です。あ、待ってた、あ、待ってた。あ、返すね。やめなきゃ、やめなきゃ、やめなきゃ。これ。ナオヤリ。
高台にミサイル入れてる、高台にミサイル入れてる、ここ入れてる。ごめん、ローラーもらった、ローラー一発当ててる、そこ。ごめん、正面詰めて、正面詰めてる、ヤグラのとこ詰めてる。最悪、ごめん。ヤグラの、ヤグラの村、ヤグラの村。そこ引いてもいい、引いてもいい、引いてもいい。そらしゃあない、そらしゃあない。登れんかった。右ファン1枚いる。左ファン1枚入った、ザップ。ザップ食いぼっち。誰も入れやない。生太郎。甘吐く甘吐く。もう一点やった。ザップやったザップやった。ナイス。やった。右ファンナモ。やりたく。ナモはナモあと一発。ナモやってナモやった。ナイス。ザップにザップもいる。ザップ見合ってる。ザップ削ってる。ザップやれるわ。やってたやってた。正面高ザップ。やば。ザップクイバ入ってるよ。ローラにもクイバ入ってるよ。ザップ高いザップ高いた。ナイス。ダイナモ削ってる、ダイナモ削ってる。ボールやったけど。ダイナモ無理しなくて、ダイナモ無理しなくていいよ。引いてもいい、引いてもいい、引いてもいい。待って引いて、引いて、引いて。見えなかった、ごめん。ザップ品種、サル。ヤグラ、ヤグラ品ザップね。ダイナモ最前線。ダイナモのとこに飛んできてる。右ファン1枚。手前1枚入って、手前1枚入ってくる。左ファン、左ファンは左ファン1枚。降りた、降りた。どこに降りた、どこに降りた。右、右、右、ナイスさんも来るよ。まだファンいる。1枚来てる、もう1枚来てる、1枚来てる、1枚来てる、ナモ2発、ローラローラ1発、ナイス、ヤグラ乗られてるよ、ナッパ行こう、うわー、ダイナモいたんだけど、ダイナモ中央、ごめん、了解、見なかった、ダイナモの位置が、ダイナモ右ファン、右ファン、ダイナミサイルって1人降りてきた、ザップ中央、ザップに、クリバ入ってる、あれ、殺したい、いや、倒しない、倒しない、1回戻るわ、ごめん、左ファンのもう見た上がってきた。ダムプアップにしだけどできんかったな。あいやまたんだエクソレム。左ファンのも左ファンのもとローラー来てる。クリバ入ってるけど気まわす死ぬのかよそれ。ナイスローラー。ヤグランザップ、ヤグランザップ。右ローラー入ってる。ザップ1枚やった。ぜ前クリーリングしたい。塗るね。俺は死ぬわ。相当ヘッド買ってるけど。ザップ左、ザ左ファンめっちゃ熱い。左ファン2枚。左ファン左。着地だ。うわー強っ。ザップもらった。ザップ手前来てる、手前来てる。引くわ。ローやった。ザップまだいるかも。ザップまだいる。1枚やった、1枚やった。ヤグラ1枚やった。ヤグラのところにもう1人いる。ミサイル撃ってる。生削ってるけど。ナモやった。飛んでくれ。これ追われてるわ。飛んできたやつやった。ザップ2発、ザップ2発。さあ、手前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 、それ絶対取る。これ、一旦乗り、一旦乗り、一旦乗り。残り数が少ないから、一旦これ固めよう、固めよう。裏に誰かボム置いといてほしいの、これ。裏絶対来るよ、これ。100パック、100パック、こんな裏。裏、カーリング流れてる、裏、カーリング流れてるよ、これ。これ、キッチンと固めよう、キッチンと固めよう、これ。誰とか分からないの、このステージ。誰の、手前行ってる。じゃあ、ま、ナイス。ヒデか、ヒデか、ローラ。ローラ削ってる、ローラ削ってる。水、あんまもうちょい、あんまもうちょい。これ、ゆっくり、じっくりやる、じっくりやる、これ。まあ、もうやる。溜まったら、溜まったら先吐くよ、俺。吐く、吐く。ヤグラ3体、ヤグラ3体、ヤグラ3体。ラップやばい、つれた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 。3枚、3枚、溜まった。初めて買ったんだけど。ザップザップ、良くないか。どう？あんまり動いてないけど、射程があるだけマシって感じが。そう、マシがマシな感じする。ああ、疲れた。でも茶柱がローラーだからな。そうなんで。心をやめてもらっていい。サプギア、エリアが分かんないな。加減されて勝っても。加減されたのか、ガチでローラーやるのか分からんから、ちょっと怖いよね。ブーさんこんにちは。これはどういう感じ？継続？継続しようぜ。してやろうぜ。じゃあカード。あ、もう一セットな、もう一セットって意味で言ってた俺。
あー、オッケーオッケー。じゃあこっちカウンター決めるね。はい。はい。あれ、リーダーだっけ。え、ジャックさんです。ああ。いや、でも、光明は見えたね、今の試合で。見えたかな。見えた。見えたか。見えてたか。実際勝ったよ。コンボエリアで。はい、ジャックさんさ、はい。チャバローラー選んだけど、あれはガチ？ガチローラーなのか、手心ローラーなのか。いや、俺これで行くわ、こうやってローラーに。聞いたね、ガチローラーなのか、手心ローラーなのか。あの、ローラーはやめようっつってやめた。俺らに負けたら恥みたいな言い方しながら。ジャックさんは俺らのこと負け組って呼んでるから。言ってねえよ。メインブーツ持たない負け組やんっていう。言ってねえ。言ってるから。何も一言も言ってない。言ってる言ってる。メインブーツ持たない負け組だよ、どうせ俺たちは。そうだよ。そうだよ。それさっきの村久保さんの縄張りのやつだから。いきなりハイカス持ってきやがって。だって腹だったんだ。じゃあ、お願いします。はい。え、バレルの方がいい？こっち。かもね。ザップザップでいくか、ここ俺らナイス玉固めるか、どっちがいいと思う？いや、ザップザップもう一回試したい。どうしたい？じゃあそれでいくか、うん。これダメだったら、もう一回、なんか縄張り、ナムじゃねえ、あの、ナイス玉がっつりでやってみよう。伊勢さんがドーモデで、俺がなんか、ゴニベッチュとか、プライムカムなんか持って、少しはまあ、まあ。まあ。あの、リーダー、今回ローラー種しか使えないから。でもお前リーダーだったな。ああ。なんだろうこれ。なんだろうこの気持ち。ダイナモフロー、ザップ、開け。開け。開け捨てじゃんね。はーい。その右行く。バケツも。あ、待たすわ。センサーダイナモ。あ、続ける。ダイナモ、あ、ダイナモ1、ダイナモ1。はい。右ザップ、右ザップ、右ブロックラーザップいるよ。目の奥に、あれ、バケツ。中央。2人固まってるのが危ないよ。3発。ウィドさん、そんな前じゃなくていい。ここの、ここのエリアのバレルは。基本左山でずっと行っといてほしい。やばい。フルやった、ナオやる。ナオ降りた、ナオ、右。いやだよ、ナボ。全然入んないのそれ。あまたまる、あまたまる。あま、吐くよ。いいよ。敵もあま返してくる、これ。ナイスさま、吐くよ。エリアの奥の方に。ナイスさま。ナイスさま返してくる。あって、クイブ。いったやった、フルやった、フルやった。バケツー裏でヘイト取ってる、裏でヘイト取ってる、俺。エリアの1枚。エリアのザップ。ナイス。あと左山1。顔やめ、左山。降りた、いらない。わかんねえ、これ。センサーダイナモ。あと落ちた。いや、取った。ナイスさん、ナイスさんの。落ちた。落ちた。そこに吐くね。下がるよ、下がるよ、下がるよ、下がるよ。すまーん。ザップ右、ザップ右。ザップ手前いる。どうすね。ザップやる。ザップ、いらない。左来てる、左来てるよ、左来てるよ。おー当たんねえ、この木。これんとこ、リスマイバケツ。ダイナモもらった、ダイナモエリアにいたんかい。ダイナモ、ダイナモエリアって、エリアオッケー、エリアオッケー。なおやる。下がるよ。下がる、うん。やば。プロ、エリアね。あ、おきりち。手前ザップいる。ザップ右ね、右の溝のとこ。センサーザップダイナモ。あんま入れるわ。風呂だるいな。ナイスさん入れる。センサーの方に吐くよ。ザップあと一発。いやー、ザップ本当に必死。頼む。ザップやったけど、ナモやられ。あ、頼む。
メッシャさん、メッシャさん、ボールやれた、ごめん、この武器当てろ当てろ当てねえもん、この武器なんで持ち武器じゃねえ武器使わなきゃいけないんだ。残し残ってくれ、それは。ここナイスタワーにしよう、ナイスタワーにしよう。ダメだ、エリア自力が一番出るから、ダメだ俺ら、エリアヘッチャー何もが強いな。ベトさん、もっとスペードとか積んでいいよ。わかった。ここ本当にバレルは一生塗ってほしい。じゃあ一足本当に少なくて、少なくていい。マジで一足 1.3 とか積んで、一足じゃなくてあのスペード 1.3 とか積んでいい。わかった。ここはもう一回コンベでやっていい、これ。オッケー、いいよ。ここに書いてある。これミスじゃないですってこと。これミスじゃないです、やりましょう。ああ、オッケー。鬼ベとか出すわ。スペースを。一足 1.3、スペゾー 1.3、アンクスメインク 0.3 でいい？多分そんな感じで全然。わかった。センサーもあんま履かない方がいいか。迷うんだよね。固まってるじゃん。まあ入ってもいいし、そこら辺は任せます。基本的にもうメインで一生弾ばらまいて塗って、ナイス弾は戦ってるところになんか敵にぶん投げてみたいな。僕が格好強いんで。わかった。飲まなきゃやってらんねえぜ。酒飲んじゃないけどね。コーラ？コーラ。頑張れ俺、くじけるな俺。やればできる、やればできる、やればできる。あ、バケツが。ボルネは出てきた。あ、じゃボルシか。ボルシ右から。ボルシもあと一発。左からも入った。ナイス。右ナモ。左三枚ね。ナモもらったね。ワンやった、ザップやった。右ナモね。右からナイス様、右からナイス様。左ザップ、左ザップ、左山からザップ降りた。ザップ降りた、ザップ降りた。マジか、ごめん、入ってた。いやいや、入ってない、入ってない。あんまり気にしなくていい。ダイナモ連れてきた、危ねえ。右ダイナモ。ナイス様吐くよ。俺左落とす。今、手前だ。ナイス様、吐くよ。あんこの方に打つ。いったやった、ダイナモやった。ボルシチ手前、ボルシチ手前。釜欲しいな、これ。ごめん、もらった。右熱い。あ、手前入れる。左手前入れる。え、奥に。あ、重なった、ごめん。手前からハンコ、手前からハンコ。ナイス、うわ、最高。エリアザップ、エリアザップ。ナイス。名前やった、名前やった。そっち内側に入るのかーい。ナイス。これ前でないね、前でないね。手越し前でないね。カーリング流して、カーリング流して。ボールだね。勝てない、勝てない。ボール入った、ボールと戦争。あんまりボールドは見なくて、見なくて。青やれ、青右山。1枚右降りた、2枚やった、2枚。ナイス、エリア塗る。左ハンコ、左ハンコ、ハンコ、ハンコ、ハンコ。ハンコやった、ハンコやった、おっこっちってもい。左山穴も正面を吹く。押さえんだけ、俺が右入るよ、てほしい。1枚やった、1枚やった、1枚やった。俺が右入ってくる。帰りまーす。ボルド、ボルドやった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 。エリア取る、エリア取る。エリア以外に入ってくる。左、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 左
え、9番多すぎだろ。裏から9番入れられてた、ごめん。入れザップ入れザップ。ザップ、あの入れ返し、右返しにいる。あ、すごい。ボール、左ボール、左ボール。来て。まあ、手巻き、手巻き、手巻き、捨てる。1枚った、1枚った、1枚った、1枚った。あ、これ帰れない、ごめん。センサーボールだ、センサーボールだ。タップ、地山来てる、右山来てる。手前なんかいるかも。ボールド、手前ボールド。いた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 、まだいる、まだいる。ボールでやばい。ボールド。ボールでエリア、ボールでエリア。いやー、上がれねえか。違うな、もう。ボールでやったけど。ボールド、右、右来てた。エリアザップ入った。エリアザップ、ダイナモ。弾入って、弾入って、弾入って、弾入って。2人出た、2人出た。でかいでかいでかい。左奥1枚いると思う。左奥1枚いる。左長かった。ちょっと塗るね、左の方。左任せる、手越し。左ザップいる。あいつ甘ついたよ。左ザップ来た。なお右。おい。センサーザップ、センサーザップ、自陣から来るよ。ファンゴ来る。え、引火した。ハンコやめ、ね、ハンコ。センサーザップ。いじりとは何？ナモがセンサーザップ。センサーザップ。ナモ見合ってるけど俺。こっちカバーいけねえや。ナモが邪魔すぎる。ザップ降りた。ナモ。センサー三枚入ってるごめん。ボールもらえ、ボールでエリア。中央4枚いるよ。左一枚上がった、左一枚上がった、左一枚上がった。了解。ナモやった、ナモやった。センサーだ3枚やってる誰かカバ死んでるのかいやーいやー3枚やってんだけどなすまねそれだな、俺らエリア取んないとこ絶対にそうだねエリアは取んない方がいい 100% 取んない方がいい無理だ当てるその多分もっとナムさんも吐けるユートさん10回は吐ける絶対にバレるそうだねガノより塗り少ないのはちょっと少なすぎると思う少なすぎる分かったランクデスはいくつだろう結構ザップに来てやられちゃうのが多かったかなって思ったあれもガッツリ引いちゃっていいのかなまだ投げすぎなんじゃないかな多分ね基本メイン投げてていいメインやってた方がいいと思うメインでセンサーも投げない方がいいかな1800は欲しい乗りポイント少なくとも分かったショッツリヤぐらいちょっとやってみようぜいいけどザップザップいやでもここは多分寿司の方がいいと思うな俺どうだったかな感度いじんなきゃダメだな 3.5 じゃあかなこんなんでくれるかこれでトネイコさんのとこにもボコボコにやられたら俺らも絶望しかいないあれの方がいい？あれの方がいい？いやもう任せます。はい、ギャグラだからネス回った方がいいかも。あでもミサイルも変わんないか。いや変わると思うぞ。関門で絶対止まるからネス回なら。とりあえずこっち持つね。クラブラかまあそうだよなヤグラだしなデミシャッカークラブラ何も敵コンザップクラブラいいナイスなーもー来てるー来ないかい
ナイス。ナモ。サーカーもやったわ。ナモ引いた、ナム事故、ナム事故。ナモもやった。はい、3枚と3枚と3枚と3枚ってる。4枚と4枚と4枚と4枚いった。はい。正面は正面は正面は。ちょっと比べれる？ナイスナイス。ナイス。これ、吸盤気をつけて。あー、ごめん、遅かった、いいの。で、そこ、大罪いんの？ごめん、もらった。ヤグラ、ヤグラ、降りた。ヤグラ、ザップ、ザップ、ザップ。引くね。ザップ、ヤグラ、ザップ、ヤグラ、ザップ、ヤグラ。ナモ右。左、クラブラブ見た。クラブラ、左。ザップ、左。左、クラブラ、生きてる。クラブラ、ごめん。クラブラ、あと2発。クラブラ引いた、クラブラ引いた、クラブラ敵コン、クラブラ敵コン。俺ミサイルもらってる。あ、まった、詰めて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 。ジェッパワリに甘えてる。ヤグラダイナモね。ダイナモ、いやー、出てきた。何いるか、ダイナモ、あんま入った。もう一枚いるよね、これ。いる、いる、いる。あ、やりきれない、あと一発。ダイナモ、ヤグラ、ダイナモ、ヤグラ。出れねえ、前に。いや、ごめん、あと一発だけど、ダイナモもらえ。そう、前出れねえ。でも正面から突っ込むのはやめよう、絶対に。高いの時にそこのコンビは絶対入るな。あった。この、これもなんか前一回行った気がするんだけどな。高いの時に正面のコンテナ入ったら死ぬって。無理だ。無理だよ。しまいだ。しまいだよ。トイレス欠席すぎ辛いんだけど。社会科のクイズとかで支援しない？え？クイズ大会じゃん、多分勝てない。俺らのチーム日本史のクイズ大会にしよう。俺勝てるよ、日本史だったら。日本史のクイズ大会にしよう。もうやなんだけど。なんなん41数えてない。41かっこ91。もうこれ見るのもつらいよ。もうやだ。正座目嫌からちょっとやってみよう。ヤグラ好きだな、お前。一番正座が高い。ないのか。石井さんザップで手越しだから、俺プライムがじゃダメかな。石井さん多分許してくれると思うんだよね。こんだけ負けてるから。三蔵なら許してくれる。この三蔵許さなかったらあいつ鬼だよ。俺多分ジョジョインじゃ許さないと思う、多分それ。俺ブロカイするわ、それだったら。もういいわ。ローラー捨てていいか、手越しが。手越しローラー捨てていいか。ローラー捨てていいですか。ユキさん、ローラー捨てていいですか。でも無理だって。一回だけさ、俺テュアル持ってみるか。ああ、あり。じゃあ若葉にする？これどうなるかどうか。ライム出すわ。ああ。でもローラーの時より比較的楽になる気がするんだけど。それは思う。言うと俺テュアルキルできないよ。いいよ。しなきゃいけない。3.5 だっけ。 3.5 だ、 3.5。 美味しいスイーツが食べたいな。完全にローラー捨てるかって聞かれてる。捨てていいと思う。捨てます。ザップ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 やめてくれ。手加減されるの前だけど、手加減してやっぱしてほしいなって思う気持ちは両方あるよね。左、左も左も右、二人右臭すぎてたんこれ。左左やからタップ。
左奥さんで。まあやったけどごめん無理だ。チェルめっちゃいるめっちゃいる、めっちゃ詰めてる、ザップ詰めてる、ザップ詰めてる、ザップ次回転から下が入って、下が入った。はいわ。あんままだたまらん。見せる子は。右に一人、右に一人。下から下から下から、次回転1枚いる、次回転1枚いる。次回転、次回転下ろした、次回転下ろした。まだいる、まだいる、まだいる。あれ、北斎か。何それ北斎回転。うわ、ザップもいんのそれ。ダイナモヤグラ。ザップ右、ザップ右、ザップ右。なおやられ。やられそう。スルー。いいんだ。やぐら城ザップね、左で行こうなる。は？大きいだ。左からザップ。ザップ来てる。ザップ北斎来てる。誰もやった、誰もやった。はい、続けます。やぐらを下ろした、やぐらもやった、やぐらもやった。ここら辺に一人いる、そこいる。ザップ西、やった。北斎、北斎、北斎、3枚、3枚った。ビッグパス、ビッグパス。もう溝飛んでる。左に一人。あ左やった、左やった。ビーコンある。ダイナモやった。左奥ザップ。ビーコン壊した。最悪。端奥さん、端奥さん。2やった、2やった、2やった。水に北斎、水に北斎。北斎やれるかな。ごめん、無理だ。あと一発。ダイナモやられねえ。ダイナモ正面、ダイナモ正面だか、ダイナモ正面だか。入っていい、入っていい。雨入っていいよ。いくね。よくザップ。相手に回転放って回転放った。ザップ左、ザップ左詰めて、ザップ左詰めてるよ。ザップ一発、ザップやれる、ザップやった、ザップやった、2枚やった、2枚やった。めっ。ダイナモが。ナモー、やった、やった。今だよ。ザップ一発、ザップ一発、一発やってる。かかかかかかやってる、やった。北斎もやった、北斎もやった。あた、メシューさん止め。前出るわ。ここいる、ここいる、ここいる。右に一人、右に一人。生カバー欲しい、生カバー欲しい。相当削ってる。ここからザップ、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 スポンジから、スポンジから、スポンジから、スポンジから。あそこでもう1キルは2キル欲しいな、やっぱ。ヤグラ勝つ、ヤグラとか勝つやで、多分抑えのキルが足んない、俺たちのこれ。はい。ナイス。回転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 一発回転一発。あんまもうすぐ。ザカジザカそれやってほしいやってほしい。ナイスナイスナイス。中央ザップダイナモ。クリバ入ってる。ナモあと一発ナモ削ってる。ナモにミサイル撃ってる。そいつ。ナメた。ナイスナイス。防空壕来てる来てる来てる。このライブ。あそこに。プレハプレ。右ナモ左から北斎、北斎一発させて一発させてるよ。おお強いし一発あった、二発あったやってるやる。僕やった僕やった。ダイナモにミサイル撃ってる。ダイナモやった。ビーコンが右へ置く。ビーコンいっぱいあるわ。だから乗り換わったしな。俺が前でなきゃいけないから上乗るけど前に寝る。1枚で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 1ボットかよおめえ。人数差見てる？あそこ正面3落ちちゃいってさ、その前に2人落ちたから詰めろっつったけどさ、3で2人落ちたの見えてた。あそこいやもう当てかけない。何もいいよ、何も言わん、好きにしてくれ。知らねえわ、ちょっと黙ってろお前。
今のはね。いいよ、話すな。いや、見えてなかったな、すまん。いいよ。終わりだ、終わり。聞きたくないわ。もういいよ、勝つ気ないって言ってもらうから好きするんだけど。ダメなんだけど。苦しいわ。どうしたらいいんだろうね。いや、もう知らん、もうもう知らないよ俺は。はあ、ここからトネコさんたちの対抗戦とかもう辛いんだけど、どうしたらいいんだよ。もう知らないんだけど、嫌なんだけど、こいつ。ラスト正面さ、2人詰めろっつったけどさ、身内行ったからそこ下がれっていう、それ見えてたって聞いたらさ、黙ってるしさ、もう嫌なんだけど。バースマン見えてなかった。今日、とにかく2回無視してるからな。もう勝つ気ないんだよ、勝つ気ないって言ってくれ。そしたら俺らもそれなりにやるから、もうこんなごちゃごちゃごちゃ言わねえよ。勝つ気ないんだったら。あ、炎上でやるだけだね。オッケーオッケー、分かった。じゃあもういいよっていうふうに言うからさ。それだったらそう言ってくれ。もういいよ別に。モチベーションに差があるんだったら辛いのはわかるし、もうそういうモチベーションだったらそっちに合わせるから俺。こんな別にそこ突っ込んだとかも何も言わないよ。あ、どんまいどんまい、あ、次頑張ろう次頑張ろうしか言わないから俺も。いいよそれでいいなら、うん、もうそっちの方が多分楽だと思うよ多分俺ら。絶対辛いんだけど。教えてくんない、勝つ気あるのかないのか。別にエンジョイやりたいんだってエンジョイでやりたいでいいよ。もう俺は人類が勝とうとしてるぞ。入ったらすごい空気だった。チャバ、先にこれが俺のガチ切れね。俺は本気で切れてる今。なるほど。もう俺はもう やりたくないもんだって。こんなさ、もうだから昨日言ったことを全てさ、翌日に寝てたらさ、パーになってるやつさ、どうしたらいいの。だから練習が虚しいんだけど。だって多分今日言ったこともさ、明日になったら忘れるでしょ。やろうとしてできないのか、なんかただもう単純に何も考えてないからできないのか分かんないんだもん。どうしたらいいの俺たちは。お前の言う通りに全部従おうか。そうだったら俺もリーダーだし、俺チームリーダーじゃないしさ。もう分かんない、分かんないよ。もう胃が痛い。辛いよ、助けてくんない誰か。まあ、アーマーアーマーっていうのもきつかったと思うよ手橋は。アーマーは絶対きついの分かる。じゃあアーマーアーマーだから。ああ、どうしてか分かんねえんだ。ああ、LINE も一向に揃う気配ないしさ。LINE?LINE、あの人選の LINE がね。もうただただミセさんとフィードさんの塗り負担が増えていくだけだからさ。フィードさんもそれプラスアルファでスプスピだから前へ行けんけど、多分塗り手精一杯なんだよ、この状況だと。多分前で結構キル取れずに抜きさせてるから、それで多分塗り組みの方に絶対負担いってるんだよ、これ。で、ミシエさんがキル取んなきゃいけないっていう状況が本当におかしいんだもん。100% 以上だからね、そんな。若葉にキル任せるってダメだよ、俺たち。ちょっと相手に若葉でキル取らなきゃいけない。意味わかんない。チャージャーで最前線払いって言ってるもんだからね、それ。ミシエさんがなんか2級とか28だったら、まあワンチャンかもしんないけど。27チャージャーとかそれやるからさ。チャージャーで最前線。なんか、うん、俺もキル取んなきゃなってのはすごいわかるんだけど、なんだろう。
ぱ動きと塗りで精一杯っていうのはまああると思うけど、でもそれを言い訳にしたくないし、どうしたらいいかな。俺のキルが足んないのかな。それはないと思うけど、俺人実況したことも勝てるんだろうけど無理だもん。お前手前処理、そう手前処理ができないんだよね。試合の始めからも手前処理にシフトしてた方がいいかもしれない。先生が一向に上がんない。手前のカバーもしてさ、さっきプライムをしたけど正面の方に詰めて取ってキルもやってたけど、倒しきって固めの状態を作るところからじゃない。あ、人数差ついてもまずあれ乗ったりしないで固めてからってこと。ゆっくりやればいいんだよ。そんな一気になんか一人二人、あ落ちた前突っ込もうっつって、一回盤面取ってからで全然遅くないから。分かった。でさっきの際にプライムが塗りにいってちょっとやばいもんだって状況がよくわかんない。それはだからそのビーコンとかまず壊してさっきの試合だったらそっからあの前線出るでいい。一回膠着状態挟んでからでいい。あの相手の抑えが終わって俺ら打開したら、じゃ一気に抑え引くかって、そうじゃないじゃん絶対に。ヤグラとか特にさ、ヤグラは戻ってくるまでの時間があるから敵もさらに吹き合わせてくるし、それまでにこっちが中央を取り返すっていう段階を挟んで、そっから1キル2キル入れて抑えに持ってくんだよ。そうだね、そこの過程がないんだよね多分。だからそこで前出て、あ1枚持ってかれて人数不利になって、で残ったのが多分あの、うん、スプスピープライム、さっきのしゃったプライム若葉だから、結構キル能力きついじゃん。相手ザップザップダイナムとかだからさ、ボコボコにされるのよ基本的に。でそっから多分俺が2-1交換とかしたとしても、まあザップなん、ザップとなんかボールとか残って、うん、こっちは若葉とスプスピだから、まあ、若葉はキル能力がほとんどないからさ、キル取れてるのはメッシさんがただただ上手いだけで、カバーとかだから 1-1 は絶対勝てないじゃん若葉なんて。勝てない。だからそこで多分メッシさんとか落とされて、でラスト1人になった伊藤さんも落とされて、で相手の抑えに入ってって感じ。じゃもっとゆっくり意識しちゃっていい。全然ゆっくりで大丈夫だと思う。これは落ちないことが多分重要だと思う俺らの編成。ゾンビ、俺がゾンビ寿司以外は多分落ちない方が絶対いい。分かった、それ意識するね次。ねえジャクさん、はい、はいはいはい、あと3先ちょっとやってみない。もうお腹いっぱいなんだけど。いいよ別に、こちらは大丈夫ですかね。リッチさんちょっと変わってくんない。俺もう無理。あのてかあの昆布のあの右通の選択をやめとき、あれ弱いから絶対。ずっとお風呂見合ってるだけだったじゃん。うん、あの絶対ローラーはエリア周り行った方が絶対強いから、そっちの方がいい。昆布やらない。あの選択肢はちょっと謎だったね。なんだったんだろう。昔あそこでカーリング流したの刺さってたかって、かって多分それだと思う。刺さるときはあるんだけど、でもやるならそのローラーのその潜伏からのキルを狙ってローラーではないと。やるなら5-2とかな。5-2だからラストの方は俺が右入ったんだよね。うん、でそしたらジャックさんが一生横振り俺にやってくるからイライラしてた。あのダイナも決めんだけどつって。なんか戦ってたらさ、シールド裏入ったなんかさ、野月さんがさ俺のシールド裏にボンボン置いてるしさ、正面のラップ倒したよし一回シールド裏に入ろうって思ったらなんかボン置いてんだよね。なんだこのやらしいボン置いてんだよあの男。いやーでもね多分俺らね、いや多分分かってるんだけど、エリアは選択しないと思うんだよね。エリア勝てる気がしない。そこのチーム、塗り合い強くないからね。そこのチーム嫌なんだけど、なんかエリア苦手なところがジャックさんがいるからさ、エリア普通に勝てるしさ、ダイナモに嫌いな矛はさ、チャバがいるからなんか勝てるしさ。他はし合うな、やめろ。アサリしかないんじゃないですか。アサリあるか。強いよ。アサリは。16人中塗り最強のチームがエリアピックできないわけ。確かに。この2人いて。エリア選択できないのなかなかもったいない。若葉スプスピーってきついよな、エリアなし。縛りプレイしてるかね、こっち多分。俺もエリア以外マジで苦手だから。ローラーが強いステージ、うん、俺アジフライのローラーとかすっげー嫌いだけどな。うん、強いね、ハマれば強い。
現にあの最初の方でハマってたよ。アジフライ、アジフライ。アジフライ。あ、アジフライやってないか。アジフライはやってない。アンチョビか。あ、そうそう。アンチョビ。いよいよ本当になんか、もうプライムローラーでショットを抑えきるって未来が見てきた。プライムだとめっちゃジャックさんが楽なんだよな。ザップも超楽だし。きついよ、ね。いや、プライムきついマジで。プライムはきつい。ペッペッってやられる、ペッペッペッって。ペッペッペッって。引き打ちされて。引き打ちされて、ペッペッペッってやられて。超楽。操作で速攻化された俺、マジで。ああ、そうだ。いよいよ手越しがローラーする世界ができたんだよね。上で持ってました。持ってた。いやー ローラー警戒してボールが持たなかったんだけど、リアルかーい。あー、どうしたら勝てるんだろう。なんかどういう風な動きをすべきなのか教えてほしい、敵チームの視点から。俺は普通に絶対ローラーは落ちちゃうと思うから、ローラーが生きるってなかなか難しいと思うから、まあ、逆に村雲さんがゾンビじゃなくて結構キープ寄りの立ち回りでちょっとキルしつつに しないとどうしてもきつくなるかなってちょっと思うけど、でもそれじゃ絶対キルも足りなく、今の時点でも足りてないから、まあ、難しいよねって思うけど、でもやっぱゾンビ2人っていうか、もう死ぬ人2人いたら結構きついかな。まあきつい。どっちかをその抑え目にするか、2人ともちょっともうちょい引き目にするかとかじゃないと、だからその死んでる回数が多くなってから相対的に多分キルも減っちゃってるから、その結構死んじゃって2人とも。なるほどな。でも別にそんな村雲さんも死んでるイメージじゃないけど、もうちょっと抑えゾンビとかに、ゾンビとかにするんじゃなくて、それだったらもっと寿司部とか持って、そのミサイルが結構さっき手前処理の話してたけど、結構そのミサイルって結構手前見れるから、吐いたらそこでしっかり4人の相手の位置確認してから4人で一気に前で出ないと、先に前出ちゃってたら1人がそれ手前の潜伏にやられたりとかして結局3対4になって出会いできないみたいな なってることもあるから、ミサイルから基準なんていうの起点にしてしっかり打開するのは割とありかなと。やるとしたら寿司べか島根だな、そうなると。いや寿司べは割と強いと思う、普通に雑踏とコンベリア出したんだけど、なんかもう結局は絶望で痛なかった。なんかそのそこは信じるしかないのかな。寿司べであれ抜けるんじゃなくてもうちょっと後ろめの方が実はいいかもしれない。 でもわかんない。手越しをおとりにしてキルするパターンか。俺そっちの方がいいかもしれない。ちょっと思ったことがあって、なんかね、行動の選択肢が少ないのかなって。あの例えばあの箱フグのこっちから見たら左通路まっすぐのところ、あそこで俺風呂持っててなんか当選もしようと思ってバシャバシャしたら手越しがそこで一生なんかもど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 してて挙句突っ込んできて死んでたからさ。目に浮かべないけど。え、これ右側行った？突っ込んだってか、普通になんか左側回ったと思うんだけど。なんか俺の死んだと、たぶん左通路ね、当然も当然も当然もってしたら、うん、あ、なんか突っ込んできた死んだみたいな話だったから。俺左側回ってボム踏んで死んだんだよ、あの時。あ、じゃあ違うのかな、うん、あの時っていうか、そういう時がありすぎて、うん、どの時かもわかんない。なんかね、一回ここを行くって決めたらなんか他のルートの選択肢が視野から。あ、まあ確かにそれはあるね、うん、箱が顕著だったと思う。ずっと左通路行きたかったから、うん、なんか敵の場面をなんか、お、風呂があそこにいるし、これ無理だな、あっちから行こうっていう選択肢の幅が広がればいいのかなみたいなね。やっぱね、もう、一塁どころか中塁あるんですよ。なんか、コンプトラックも2回連続右来たし。力見たい、左か。あとは普通にあれだね、ザップザップきつかったよこっちも。あ、ザップザップはアンチョビだっけ。アンチョビだっけ。あれはね、ザップに正直ね、あのチャバがローラーだから買った。ローラーローラーはね、あの超楽。ちょっと塗りきつかったわあれ。ローラーローラーは超楽だからね、あのあれはね多分ローラーだから買った。ボールドだったらちょっと分かんなかったあれ。
あれはね、失敗した。あ、アンチョビだけちょっともう一回やってみる？検証のために。ちょっと経験させてください。ボールの持たないよ、もう。いや、だから、あの、チャバーがボールの持った場合どうなったかっていうのをちょっと、ちょっと聞きたい。ちょっと休憩させてくれよ。俺はいいけど。認識入れば。一緒にちょっと国会交代してくんな。俺ちょっと休みたい。交代したら意味ねえんじゃねえ。俺もう疲れたよ。ああ、俺にはパトラッシュがいたらな。うん、まあ、疲れて今日は無理だったらもう今日はやめたほうがいいんじゃない。23時からトネコさんと対抗戦あるんだよ。え、そうなの？だからちょっと休憩して。誰か見に来る？23時から配信するのかな、誰か配信してるよ。え、ナウ、さあ、俺今現在画面共有してるしね。あ、本当だ。やんだよな、人様の配信ならこんだけブチ切れて予想出すの。うちもね、アクティブ数が4人減ったから。そりゃそうよ、こんな空気の通話をお届けしたらね、減るよ。だからこいつめっちゃ不穏やんって思われるのすごい嫌なんだけど。俺23時から馬娘やりながら見るわ。ああ。いや、俺らのチームは今日は解散だな。うん、解散にしておきますか。お疲れ様です。モンハンだな。お疲れ様です。これモンハンやることなくなったんだよ。モンハンやることないんだよ、もう。5席全部やることできるまで手に入れたし、神をマーゲットしちゃったからね。もういらねえんだよ。やりたい、1週間ぐらいやりたい。あ、買わないと。1週間貸して。いや、1週間やったら全クリできるよ。できるできる。余裕でできる。余裕でできる。で、1日でできる。1週間でも100時間ぐらいできる。1日はきつかない。ラスボス、桜姫。桜だけやってたら多分1日でできると思うよ。桜姫ではないね。なんで米作ってんの。ラスボス突然農家になるやん。ノジャロリが現れる。ノジャロリ討伐すんのきついな。ノジャロリに。あやちゃん、今テレシさんいるの、ちなみに。いないですね。いないですね。配信。いないですね。あ、オッケー。ジャロリーにライト交換ぶち込むのはちょっと罪悪感あるな。ジーキさんいらっしゃるらしいよ。いらっしゃるらしいですよ。通話に入ってきて、ちょっと俺の画面共有見てアドバイス欲しいなっていう。モチベは高いんだよな。モチベーションだけは買うよ。すごいね、俺こんだけボコボコに言われたら今日やめようって言うわ。いや、サクト、これは俺のせいでこうなってるんだったら、俺は勝つこと考えなきゃダメだから。そういうとこも偉いな。そういうとこだけ偉い。そういうとこは偉いんだよな。こいつを殴るたびにダメージ受けてるの俺なんだよね。おかしいな。なんか反射ダメージ食らってるんだけど俺。ミラーフォースじゃん。ミラーフォース。死んだけど。いや、これ違うな。手腰効いてねえから、マジックシリンダーだわ。マジックシリンダー受け流し。手腰効いてねえわ。ダメージ返ってきたけど。らしいな。うわ、無理だ。あれだ。あれだ。うん。テリスさん来た。テリスさん、画面共有一応見れてたらちょっとアドバイスお願いします。まあでも、あ、それは参考になるかどうか知らんけど。ガチマッチみたいな。そうローラー仲間としてね。だよ。ガチマッチは対抗戦じゃないんかよ。いや、もう対抗戦はなんか、味方のモチベーションが低いらしい。違う、それはこいつマジかよ。こいつマジかよ。それはメンタル鋼すぎない。ただモチベーションが低いらしい。低いらしいじゃねえんだよ。なんだモチベーション低いじゃない。原因が誰なんよって話。アイアンハートなんだけど。いや、今のマジで切り抜き。アイアンハート。今の切り抜きだ、本当に。めっちゃ重かった。モチベーションが低い。ガチで面白いかな。ネタのガチなのか分かんないけど、ガチでおもろかった。だんだん、なんか、勝とうとしてるのが間違ってるんじゃないかと思ってた。なんか、俺だったら絶対ステージャン積むけどな。こいつステージャン積んだらイランド真ん中に飛んでくダメなんだよ。ちょっとステージャンを過信しそうだよね。ステージャンは禁止って言われたから、過去に。そう、禁止してなくしたんだよ。そう。エリアに飛んできて、メシエさんが必死に塗ってるところ全部パーにしたから。アンチョビ事件。アンチョビ事件。やばい。アジフライでもやってたんですけど。タチウオでもあった、タチウオ。
あとあれだな、いくらイカ人だからって言っても音は聞こえてるし、見えるのは見えるっていうのをてか多分、ね、気にしといた方がいいかも。カーリングで安易に決めすぎかも、うん、1個でカーリング1個で、ね、ババババババってザップに置き打ちされて殺されるがちだから、結構カーリングで1個で来るの何個か流して、うん、塗り結構作れてからは見て来るみたいな。アサリか、ここで待ちて、まだ動かない方がいいよ。それトイレ行ってきますわ。おー、一回外しますけど、帰る判断もちょっと早い。今の壁扇風でちょっと見てみると思う。いや、でもやっぱりね、扇風が足らないと思う。設定も足らない足らない。あとマップも全然見てないから、どこに味方がいるのかっていうのも分かってない。俺ね、だから今回扇風相当減らして動いてるんだよね。だから俺が扇風したら盤面終わるなと思って。うん、そうだね、今回動き回ってたね。そう、一生動き回られて、格付けされて、まあ、確かにフェイトは変えてんだよ、それで。で、それで一応連携で持ってきてるから、それを横割り入れるのが手ごすなんで、うん、やられましたっつって、村岡さん、村岡さんいます、ここに。どっちか。それは、今のは知らない。俺、潜伏が持ち味のはずだったんだけどな。こういう時に普通にさ、飛べないの俺嫌なんだよね。いやまあ、それはしょうがない。アサリはね、まああれだけど。うん。まあ、エリア以外だったら捨てちゃん悪いじゃない。ここ降りるか降りないかの選択肢怖いな。ここ降りるのやばい。今のやばいよ。行かなきゃっていう気持ちはすげえわかるけど、ローラーが降りて何ができるかっていう。降りるんだったら最低でもアイコには持ってきたい。今のバレるわ。嘘。ボラって上から下の振り下ろして弱いの？上から下は別に弱くはない。なんなら、なんて言うんだろうな、結構縦振りで押さえて下がらしてるところもあるし。まだあるぞ、まだあるぞ、まだいけるぞ。全然切れない。ペナルティ21だし。え、ガチャしたり拾わんと終わるよ。これ延長のルールわからないんだけど、これアサリやってないから。1分間アサリ入るまでだったら、入んなかったら1分間、もしくはガチアサリが入るか、もしくはあの逆転入るか。オッケー。あれ1分なんだ。最長3分かと思ってた。1分だったはず確か。いや長く感じるでしょ。でもあれ1分なんだよ実は。長いね、に感じるよ。でもね、自分たちがあのアサリ逆転されそうな、されそうな時はめっちゃ感じるけど、自分たちがいざ逆転するとなるとめっちゃ短く感じる。マジで短い。てか、一瞬でタッチパはやめといた方がいいよ。うん。それはそう。タッチパン打つ子は潜る必要ないかなって俺は。リッター持った方がいい、リッター持った方が。それは草。結局、今の環境リッター一強だから、マジで。まあ、確かに。対抗戦してるけど、うん、マジリッター入れてリッターなしだったら絶対リッター入れが勝つ、ほぼ。まあ同じパワーだったら、まあ、うまいリッター使いはいると強いし。さっきの対抗戦これか。あれ見えてる？こういう感じの見えてるよ。さてと、反省会しよう。反省会？あ、これ動画？動画ですね、さっき撮ったやつです。あれ、鳥猫くんがいる通話に。ほんとだ、増えたな、結構。はいだ、はい、ボールドチャーザップラーの、うん、ね、初動でまずマップも見たいな。うん、確かにちょっと敵の動き見たいね。うん、あと、狙うなら全然右通路最初狙っていってみてもいい。いや、なにも一般通過以下は俺か。うん、多分そうだ。これなんだ、右通路2枚いるからそこ削れる、やれるやれる、惜しい。死んでないな。縦振りが出なかったのはね、あの連動ですね、落ちてた。え、この状況だったら全然飛んでいいと思うんだけど、手前のメシエさんに。まあ過去に彼は飛ぶの禁止されたから。まあじゃあと復帰配信どっちもじゃ今の。そうか、沼ジャンスぐらいだったら飛ぶなって言われちゃう。なるほどね。
俺全部ザップ視点で語っちゃうからダメだわ。やっぱローラー使ってる人に教えてもらう。それ伝える必要ないよね。これこれこれ。これ、これ全部俺が報告してんだよ。手越右入りよって。あーな。ここ今のね、アーマーついてるし、なんか右通路いる。伝える必要ないよね。いやね、ミサイルが見えた。だから。ミサイル見えててもミサイル着弾するまでわかんないじゃん、そんなんて。あ、今のうまい。うまい。あ、いいか。いい立ち振り。こっからよな。ゆっくり行けば行こうから。インゼリアこれアーマーミサイル真下に入ったね。これアーマーミサイル、ここ絶対打開したい。これ打開できなかったら負け。あ、アンパイアの入り着着に左2枚見えた。右高ちゃうからでしょ。味方1枚落ちてる。2枚落ちた。これ聞いていい、悪くはないけど1回引いてもいいな。それはボムでやられそうで、あ、いい引きだ。あ、いい。じゃあ追っかけてくんだ、これ。茶葉さん追っかけてくんだ。今結構音量低いけど、茶葉さん追っかけてるの音で聞こえてるから、うん、ちょっと後ろ振り向いて縦振りとかでもいいし。彼ね、スピーカーだから聞こえてないんだよね、多分それ。多分マジでイヤホンに変えた方がいいっす。はい。追ってる俺も何も聞こえてないから。あ、俺もここ。ここね、バレてると思わなかったのよ。バレてた？分かってた。うまっ。いや、これはジャックさんがうめえわ。ジャックを言ったわ。これはジャックさんがうまいわ。これはしゃーない。これはってなった。保存してんじゃん。でも壁に張り付いてる時って結構音聞こえるから、ね。っていうのと、チャージャーがライン出してたから壁に張っつくのはいいけど。ジャックさんの出向きえぐいな、それ。いや、ここザップこんだけ詰めてきてるの気づかなかったんだよな、俺も。俺めっちゃ下手だったよ、ここ。いや、俺ね、このステージ、マジ村上さんに3回ぐらいやられたの。めっちゃチョコまかして逃げたつもりだったんだけど、見えなかった。ここチャージャー落としたい。ナイス。ナイス。ここで、お、うまい。てるか。お、うまい、うまい、うまい。これはでかい、これはでかい。それでもあいつ持ってくのが。この音ちょっとおかしいから、ジャクさんは。ジャクさんはちょっと異常だから。手前のとこ行ってんじゃん。いいと思うけど。すげえ、先生いるんだな、もちくん。知らなかったな。俺はね、バカみたいに突っ込んでた、これ。めっちゃ俺んとこ来る。めっちゃ俺んとこ来るんだよ、この人。あったまった、あったまった。これはね、俺のね、エビがミス、ゴミだった。これだ、これ。今しょうがない。ゴールドが、いい味だし、ボクシングで、これ。いや、相当落としちゃったよ、俺視点は。これ取られるのはしょうがない。あ、いいか、お、うまいね。ドン。カーリングダマジ。あのね、うまい。これ、後から見返したら、カンの5になってたんよ。なんで？謎に、あの、今下げた。え？今下げた？今下げた、つうか終わってから下げた。あれおかしいなってなって。それ以上発言しないほうがいい。いや、何も言う前で。火に油です、それは。大丈夫、何も言わない。何も言わないって決めたんだ。村上さん、とりあえず、うん、言わないほうがいい。言葉を選ぶ余裕がないからもう。いや、選んできたんだよ、最初は。お前。チャージャー一回見えたから絶対そこ下がるべきだと思う。今、壁裏まで行って車線切ろうと思ってた。うん。でも、チャージャーの、あれ、チャージ早いから、うん。そこまで、さつきさんもいるし、実はに。見えてるね。よう。いや、ジャックさん、うまいよ、この人。ジャックさんがね、ジャックさん、ちょっとダイナモ禁止にしてくんない、本番。うちらのチームの時だけでいいからさ、ダイナモスと答えてほしいんだけど。あのね、正直ね、きつい、ほんとに。負けた原因にジャックさんにもちょっとあるからね、謝ってくんない、ジャックさん。確かに、この編成でガン刺さりしてるわ、俺らさ、ダイナモきついからさ、ちょっとやめてもらえません？ガン刺さりしてる。その時きついんでやめてもらっていいですか？でも何もできない。いや、負けたのはちょっとジャックさんのせいはちょっとあると思うんだよね。とばっちりだ。ちょっと謝ってもらっていいですか？ダイナモ出したこと謝ってですか？ちょっと。ザトマの名も強いな。あとで晒したこと、こっちきついのに相手分かってダイナモ出してんだけど、ツイッターの ID と一緒に晒しとこうか。で、初動で右行くのって、ローラーってあんまりうまみないから、ここでも。割に参加はした方がいい。いや、ここ勝てると思ったんだけどな、ジャックさんダイナモだし。
あ、ここチョウザメ、チョウザメ、あ、チョウザメじゃねえや、チョウザメ、チョウザメじゃない、縁側歩行、縁側きついし、歩行きついしっていう2連パンチを加えたら、さすがに勝てんじゃないかと思った。ちょっとあのね、テゴスの、テゴスの先輩があるからちょっと見てほしい、縁側マジで、あの、この運びの時ずっと俺と見合ってるから。これ1枚落とされつ、これはそう、うまいじゃん。あ、よう落としたな。これうまい、これうまい、これで、こっから出せる、ここから何もする。うまいじゃん、まあまあまあ、めっちゃ暴れてたんで。うん、で、あんま剥がしてるから、あ、これさ、ないこれ、まあまあまあ、余計、まあまあまあ、うん、これでも一緒に前につくな。うん、今んとこめっちゃ結構いい動きだ。36年、悪くない。え、いい感じにリード取ってるから、うん、すげえあっさりこっちリード取れたんだよね、なんか。で、ホコ右行くべきでしょ。たぶんここ、ここだわ、ここだわ。ここ。敵みんな右いるから左行こうっつって。そう。で、出口がずっと俺と見合ってんから出れない。あのね、これに関してはね、あの、3人でジャクさんいなかったらあの3人抑えられるやろうと思ってないよ。これね、俺、村久保さんとね、このもうちょい後ろでね、対面してんだよね、俺と村久保さん。で、俺多分俺死んでるから。あ、これさ、ジャクさんがさ、向こう一切構えてないから大丈夫かなと思ってたんだけどさ、判断として間違ってたね。そう、左がガラガラだったから、ここだけ先行しても行っちゃった。行っちゃって行っちゃって、こっち二人いるからっつって。行けるよっつって。これ、テボス先輩だわって、チャバさんとジャクさんが言ってた。そうそうそう。ちょっと、ホコ追うべきだったよね、みたいな話はしたりも。なんだ、リスジャンのタクでもいいと思うけどな、あれ。リスジャンか、下がるかかな。下がるか、アンテナ味方のとこ飛ぶか。あ、でも俺が手越しだったら、あの状況でリスジャンの選択肢で選べないな。俺だったら普通に仮面なし下がるな。そんな下がる。あ、なんかリスジャン一瞬考えたけど、なあ、ジャクさんが向こうに参加できないのはでかいんじゃないかなと思ってしまった。あー、まあ、か、詰めに、ここを進めるのにダイナモっていらないんだよね。あー。チャレンジに出る武器じゃないし、うん、ためがね、どっちかというと防衛のキャラだからさ。俺がイカ速 2.6 積んでる軽いボールだからちょっと怖いよね、方向持たせると。確かにグングンいってたもん、ね、ここさ、俺が止めたんだけどな、スロープ荒くの早いんだよ、一速積んでるから。これもバシャバシャしなくていいと思うんだよな、俺。いけるか、確かに。惜しい、今の縦ブラ当てたらっていうやつだ。おー、俺もカバーした。うん、これローラーだったらこの左に立つんじゃなくて、もっと下へ突っ込んでもいいと思う。うん、俺も、うん、俺もなんなら左のその濡れないところの選択肢はないと思う。メイン振りすぎじゃね。うん、振りすぎだ。多分そうかも。それはある。手越しがよく見てる繁盛とかってこんなメイン振ってるイメージあるの？ないな。ないでしょ？メイン振って一生懸命塗ってる。繁盛にはならなくていいよ。ならなくてもいいけど、うまいローラー使いの人たちがどんだけメインをそんなバシャバシャバシャ振ってるのかっていうイメージだけでは持っておくのは大事じゃない？多分こう理想とする動きに寄せようとするのは大事だからさ、なんかキル取るシーンだけじゃなくて普段とかどういう風に立ち回ってるのかっていう細かい部分をもうちょっと見てほしい、それだったら。あ、これだ迷うの分かるんよね。でもそこでもここ割る必要は多分ね、ローラーで割る必要ないかなとは思う。ローラーは攻撃で使いたいって言うと、うん、攻撃で痛いから。しかもここでなんならホコ持つ必要ないし、メシエさんが落ちてるの分かるから。あそこホコ前出すの俺あれだと思うけどね。マジで、うん、うん、チャバがいるからこっそり抜けられて持たれるの怖いから、うん、あれは持つのあれだと思う。作っとくからね俺。そう、サバがいなかったら、まあ、置いとくのあれだけど、これ多分ね、あそこ保管じゃん、抜けてちょっと持ちに行くぜって多分来るから、ワンチャンス。俺もここも保護を持ち逃げムーブ入ってるから。うん。普通にここはうまい。縦振り結構当てるよね。思考回数が多いんです。でも割と絶対縦振り当ててるからすごいと思うね。うん、あれ、よく迷いなく行くよね。ね、飛び降りて食べてる。俺絶対買うわと思うんだから。いや、先方向ここにしてくれ。ここにしてくれ。先方向。これ言うとちにやられたんだよね。まあこれはアーマー付きだからしゃあないな。うん。うん。まあ、あそこのリードタイムな。
うん、ジャックさん押さえても意味ないと分かったから、ちょっと次からここ行くわ。防衛でダイナモと見合ってんだったら、まあ防衛じゃない、攻めでダイナモ見合ってんだったら、まあまあありかなって。ここの書道どこやってんだろう、めっちゃ気になるな。村雲くん裏行ったんだよな、気づいたかった俺。俺速攻裏行ったよ。カーリング流すんだよ。これ見えたからちょっと。カーリングで奇襲するっていうのないよ。これ風呂のやつじゃない？カーリングでもまだじゃないかな。まだじゃない。これ風呂はね、俺が初動落としたはずだから。そう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 。これは何のカテゴリー？これさ、カテゴリー出すんだよ。何これ？ジャックさんにビビりすぎてる。サブインク積んだらっていう気の話じゃない？1積んでなかった、サブインク。サブインク1積んでた。サブインク1。3.9 積むぜ。メイン性能どれぐらい積んでんの？メイン性能ね、0.2 だったはず。え、2. 何本ぐらい積んでなかった昨日。そんな積んでんの？状況の場合によって変えてる。あ、変えたんだ。メイン。あ、もしここかもしかして。ここじゃない。固まる。あ、俺固まった。固まる。あ、ちょっと直った。これジェットアリを借りたいな。ああ、もうよかったな。もうゆっくり行きたいな。ゆっくり。ここで、まず、着地をここで、吐かない！いっちゃダメだよ。ここで俺に怒られてるからね、裏で、これ。ああ。これ着地入ったら多分入れとるっすよ、一旦。ああ、いや、ジェットに気を取られてから着地いけるかなと思ったけど、いけなかった。ジェット？俺が後ろでジェットしたから。ああ。あ、でも俺、右通路で倒したと思ったら右じゃなかったね。さ、今のシーンだ。あ、カラーでいいね。うまいね。うまいね。ここまで追い込まれちゃったらどうしようもない。ダイナモしか落とさなかった。ガチで高いむずいから、ね。このジッパー。左クイケットな。あ、ジェッパー開くために相手にアーマーついたらマジきついわ。ジャックさんに4発ぐらい当てなきゃしてないんだもん、この人。アーマーついてるせいで。なんかあっちでいいんだよ。大丈夫、あと2分だけど。あ、対戦相手もここ2人いるから。対戦相手いらっしゃるからも。いらっしゃるから、ここ通話に。なるほどね。2人いらっしゃる。あ、ほんとは立ち来た。アマビヤグラ手加減してくれませんか？スイッチ落っことしちゃった。アマビヤグラの初動の左はマジで追いしみがないから全然行く必要がない。うん、なんならそこの左のから絶対いるってバレてる。これだからもうバレてる。あの来た瞬間バレてる。右行くべきだった。右というか正面から左に寄るとかやったら全然いいけど、左高からの選択肢は多分入れない方がいい。なんだろう、前線として前でキル取るってよりかはローラーだから前でキル取るっていうか、味方がいるところをぐる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 回ってかわいそうし続けるっていう夢をしてほしい。正直あのガチマッチのように報告入ってるから裏取ってサクッてやるのは無理なんだよ、電キル取るな。ローラーじゃそうだね、報告ありきの動きだよね、した方がいいのは。そうそうそう、だからあの味方が戦ってるところにカバーをしに行く意識をもっと持ってほしい。だから上手い人って何が上手いかっていうと、キル取りながら自分を生きる動きが強いんだよ。ハンジョとかはディス少ないし、スイスカだったらヒイラギとかはめっちゃ生きるな、うん、あの人たち、生存指導隊で。ほんとすごいよね。2キル3キルって生きた状態でやるから、いかに自分がキル取ってしたないかって話。このトレードでどんだけその価値があるのかって、キルの価値を考えてほしい。1キルの。23時や。23時や。うん。一番わかりやすいのはエリア塗り合い状況で手越が詰めてジャックさんと相打ちするんだったら価値があると思う。その1キルは相打ちだとしてもね。だってなんでローラー塗りが弱いから。生き性能できたら一番いいんだけど、例えばこうヤグラとかだったら相手を抱えさせるようなキル、うん、もしくは味方が戦ってて死にそうなとこにカバー入れる、味方が知らないからプラス1が入るでしょ。キルポイント、キルパー、キルはメンバー揃いましたよ。はい。だから生存を考えてほしい。いかに死なずに切り取るか。この試合だけみたいな。この試合だけ。トミさんごめん、ちょっと待ってほしい。うん、いいよ。じゃあ俺部屋だけ立ってとこわ。それ、多分ナイスだわ。狭っ。死ぬやろ。生きてる。生きてる。これ、ジャックさんの方が何もいるもんな。繋がってもよかったもんね。あれ、こう見るとビーコンうぜえな。まあ、ね、俺の動きがね、ひどいのはね、それはそうだけどね、あと一つやっぱね、アーマーつらい。アーマーはつらいだろ。本当にアーマーがつらい。対抗戦だからアーマーあるって考えとかんと。3落ちだからこれ、
そのまま俺入ったからもうガッツリ入れた方がいいね。ガッツリ前に手越さんと村雲さんが前に出た方がいい。俺もガロンだから前で出る。溺れてる、溺れてんだけど。チャオもなぜかここ一生ニンニクでなんか頑張ってる。あのジェッパーの行動的に足んねえだろって思ってる。あばあばあば。上にいたら。これこういうのこういうのよこういうの。これいいね。こういうのこういうのこういうの。結構持ってかれたの痛かったなでも。いやこれはしゃあないと思う。今のあいつ自分の。これはしゃあないよ。なんなら2キル取ってるからもう仕事的にはバッチリだと思う。ああいうなんか俺と戦ってるやつのカバーとかを入れてほしい。こう怠慢じゃなくて。バサってね。やっぱメインフル回数多い。多いね。多いよね。うん。これはね治らないですよ。まあいいね。どっから降ってきたかな。正面から普通に降りてきてるから何も見えてるはずない。ほら。こう味方のカバーをするムーブっていうのはガチマッチでも絶対必須だから。パワー上げるの頭一番手っ取り早いし、ね、うん、どんだけ上手いプレイヤーでもね、タイマン4回勝つの無理だから。ダメージ食らうもん。このゲームは結構ゲームスピードも自分のヘルスも低いから、うん、一旦引いてバッテリーマークアみたいなことできないからさ。うん。一回やからさ、うん。多分右いるよ。うん。北斎は右とザップにもいるわ。あまあそうだな。あまはきつかったね。ザップ2枚は相当きついわ。いやこのチームマジで強いと思うよ正直。俺一番の優勝候補だと思うよ。ジャックさんのところは多分。やった感想。引退チーム？引退チーム。引退チーム。モンハンモンハンモンハン馬娘。すげえチームだよここ。もう引退チームと流れ弾の新チームだからなこっちは。流れ弾で死んどんのよこっち。チーム名考えたときになんかザ・ブランクみたいな話したから。俺は昨日のあれ発言でミシェさんが流れ弾で死ぬのがいいんだけどっつってさ。だっけストレイバレットだっけ。いや、もう流れ弾で死ぬで、で、あの、名前を強引に。もうこれ、チーム名なんだ。そう、流れ弾で死ぬから。やっぱチャンネル名も変えといた。面白すぎでしょ、だって。最高のチーム名だね。うん。チーム名で中がいるから大変なことになってる。やば。ここのチャンネル、めちゃくちゃ来る。ドラフト会議よりいるんじゃん。なんかもうあれだよね、どこが勝つかっていうよりは手越しがどうなるかっていうところでみんな興味あるんじゃないか。まあどこまで成長するかの成長記録やな。成長記録説あるな、これ一種の見せ物。サクセスストーリーよ。サクセスストーリーになるのかな。サクセスすればいいんだけど。楽しみにしてるよ。サクセスしてくれ。あ、テリキスさんとかで感染入る。え、どうしたらいい、どうしたらいい。いや、入って俯瞰視点ちょっと出してほしいかも。うん、ちょっと神様が欲しい。確かに、俺を見よ。それ見ながら、まあ、暇なジャックさんとかとワイワイしてるのもあれだし。うん、俺も見るわ、スマブラしながら。コーチ、コーチ、ちょっとコーチを呼ぼう、コーチ。今、感染枠2人いた?2人入ってるよ、感染枠は。2人いけるよ。今、テリチキだけじゃないの、テリさん。クマシロン来る、うん、あれ、組長行くって言った?組長が来るの?え、組長?あれ?え?組長いねえわ。いる、うん、いや、参加者に見てます。組長、通話にすらいねえわ。シャバシラ行くなら、シャバシラの配信見るよ。いないだろ。うん、そして、うん、あ、じゃあ俺配信垂れ流しとくか。あの、無言で馬娘やってるわ。危なブリトーさんか、ブリトーさん辛いな。ブリトーさん、リールドザップなきゃ持たないでくれませんか。今回の最強前線の一人だからな。きついんだよな、このチームの編成に。ギュアルトだってリールだろ。寿司どうすんのよ、武器屋所的には。え、あつきさん、ちょっとギュアル持たないでもらっていいですかね。え、トレイコさんもちょっとダイナモ禁止ということで。いやいや待って、ヤグラちゃんがちょっと。こちら、あの、クーゲルとか出さないんでお願いします。通話は分けないですかね。あ、分けます。さすがに、さすがにね。さすがにね。ああ、よかった。じゃあねー。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。あとは、テリチさんかな。俺はどっち行けばいい、どこ行けばいいの。とりあえず、とりあえず入ってみたいし。入る。待って、今、起動中、起動中。ね、俺もどっちの通話にいようかな。どっちでもいいよ。プラベかな。
普通にあれじゃん、一般かなんかにいて、でもいいし、みんなでワイワイしてるわけじゃん。イントロも配信垂れ流すだけでマジでマイク切って馬娘やるから。こっちの座りないと手越しして見るんだ。あ、テリチキ、テリチキが多分盛り上げてくれる。あ、確かに手越しして見れないか。俺手越ししてみた方がいい。あのこちら一人スイッチ切りました、アロクさんが。少々お待ちください。はい。はい。なんか、カラカラくんいるんだけど、一般タブに。普通に傍聴じゃないの。ははは。傍聴席。で、チハイ、なんか波乱万丈だな。運営側大変だ。こんなドラマ起こることある？ワンチームだけ。あ、そう、茶わしゃリストの皆さん、村雲はとても性格のいい方で、たまたま俺がこのせいでこいつ荒れてるだけなんで、なんかこいつのこと不穏って思わないであげてください。なんだこいつ。いや、もうこの男の性格の噂はディシーズで分かった。撃たれてる、撃たれてる。しとく。誰が誰だこれ。ニッコニコで味方に注射打つから、ね。敵でしょ、敵。敵か、一応敵か。えぐいよ、マジであれは。感染で。で、ゆうとさんもアルファ。うん、手越し、何視点が欲しい？多分、天気はもう、あると思うんだけど。あるから。ブラックマッシュは欲しいかも。あ、でもこいつ撮ってるか。撮って、録画してるよ、俺。あともう、ゆうとさんしか。ゆうとさん視点かな。ゆうとさん視点が欲しい。あ、了解。ありがとう。とりあえず、2個だけ起きる。あ、ジャックさん、俺、ギアこんな感じだよ。どれどれ？で、たまに。昨日のと違うんだね。これに変える。あ、じゃあ俺、ゆうとくんの視点取りながら敵の音拾うか、鳥猫くんチームの。ああ。何しそれもいいね。じゃあ俺、鳥猫チームにいいよ。ややこしそうだ。ねえ、先に決めておこう。俺って左通路、右通路、どっちもいいと思う。か、中央か。村雲？中央寄りじゃない？中央、OK。敵からしたら嫌なのは中央だね、ローラー相手。このツアーを楽しんどか？禅の心を。全て。いや、もう、荒れそうになったら俺とジャックさんで抑える。座禅組んでたよ。今、俺は座禅組んでたよ。座禅組んでた。永平寺で学んだ座禅を組んでたよ。源のような静かの心を。永平寺。勉強する。あ、切った。牽制強っ。あ、本当にギャラ出してくれなかった。ね、助かるよ。ガチなんだけど。さすが、やっぱチームメイトはちげえわ。左通路なしかな、これ。左の山。ね、右横、立った。やった右通路、チャーダイナモ、あともう一人。左広場にザップ見えた。チャーダイナモリールガン、こっち。リールガン来たわ。あ、チェッポもらい。右ダモ。俺10発来たわ。エリアにダイナモね。右通路まだ立体いる。3枚リールガンもいるわ。ナイス。リールガンやった。ナイス。正面送り来た。左なんか行くの。坂下2人に、ミサイル打った。左ないや、左ないや。チャーどこ行った？右通路、右奥。ザッパやった。たまたまってるけど。もう俺こっから出られ、あぶね。ごめん、チャーもらうわ。うめえな、それ。チャー右。帰る。村上さん、これ飛べるかな？飛ぶ。チャーやる。正面。うわぁ、実際ごめん。チャー右。ジェッパー入った、あ、まあもついてる。これはちょっと待つわ。
左行くわ。右だか左リッチ。生だけ落とした、生だけ落とした。右でいる、右でいる、右でいる、入ったよ。左高ちゃんに、あ、またまた入れる。裏来る、裏来る、裏来てる、裏来てる、裏来てる。来てる。待って、危ね。裏入ってる、裏入ってる、裏絶対打つこれ。ナイス。ナイス、ナイス、ナイス。もうごめん、ボール踏んだ。左リッタ。エリア内3枚。3枚。オッケー。左高リッタ。一旦直撃。リッタの子リール。左サイル打ってる。リールアマ。3ロック、3ロック。ごめん、エリアにザップ、エリアザップ。フリだ、あのリッタ。侵略してこれ。残った。死ぬ死ぬ死ぬ。いやー、これ。マップやったけど、ごめん、もらうわ。射程がきつ、これ。あー、ごめん。リッター重いな。リッターきつい。リッターに圧かけなきゃいけないんだけど。ああ、欲しい切実に。どこやる？ホコ。ホコやってみたか。大内分ホコ。ホコ。多少楽になると思う。どこだろうな。ホコ。結構狭いステージはいいな。車線通りにくいって考えたら、うん、考えたから。富士壺とかはどうかな。ああ。バッテラか富士壺どっちからだ。バッテラの方は俺慣れてるかも。じゃあバッテラ方行こう。ここ寿司とさ、寿司部どっちがいい？ゾンビかゾンビじゃないか。うわぁ。だったら寿司ですけど。ない方がいいような気がする。あ、これ OK。ジャクさんさ、さっきの試合さ、うん。直した方がいい場所ってどこ？どこだろう？まあ多分、アロワナやローラがそもそも論外か。アロワナはね、きついね。繁盛ですらもたんから。ワルリール5に、あ、出した、止めたんだ。5に、ガーニーしてじゃん。どう割れると思う。あれ、一人死んだ、ナイス。手前行ってる。右一枚。リール。出た。誰も10発入れるわ。待って。ガーロンもらった。ガーロン左。ガーロン削ってる。リール見合い。リル見合わなくていい、それ。そこ意味ない。はい、ガロン、ごめん、ここ、カバ欲しいな。突っ込め。ガロン、オッケーオッケー、突っ込んでいい、突っ込んでいい。あれ入れて、こっち、それ。帰る。ナイス、ナイス、いやいや、ナイス、ナイス、ナイス。ガロンやり。ナイス。ナイス。正面リール。デュアル発射。ナイス、ナイス。リールやった、リールやった。全然押して、全然押して、全然押して。運ば、運ば、運ば。前で、前で。中尾さん、前で。出る、出る、出る。ミサイルだけ出るわ。2枚ロック、2枚ロック。いった、やった。左展開してみようで。左のサイロに行ってる。いや、ごめん、無理だ。かぶってた。左からリール、左からリール。はい、中央である、中央。端上リール。ゴーニメゴーニメゴーニメ。いやごめん、もらったジェッパ。あの男うまっ。うまいわ。サイル、苦しくね。右から来る。右も一人いる、右一人いる、そこ。出た。そこやるわ、ほかった、ほかった。デュアル、敵リス近くにいる。正面、正面。
引いた引いた、ディオラ引いた、ディオラ引いた。じゃあ塗るわ、俺左側。橋上にも5人す。橋上さん、橋上10発入れた。ナイス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 。5人より。ナイス。ダイナモリスネ、ミサイル左から来る。危ねえ。ごめん、引く、ごめん。危ない危ない危ない。街灯1枚、街灯1枚。街灯1枚の方に撃ってる。いる、裏から10パ、裏から10パ。はい。あ、回った、回った。10パや、10パ切ってる。同期したんだけど。マジか。いっぱいあるね。裏から、裏から、裏いる、裏いる、これ。左広場、左広場、左広場でいる。10パ、左。10パって、10パって、10パって。あー、やれんかった、ごめん。橋下、橋下リール、橋下リール。ゴーに肘。リールやった、リールやった。ナイス。ゴーに左から来る。ほかやった、ほかやった。ナイスさん、来た。橋上なんかいる。橋上、デュアルに ?3 枚ロック、3枚ロック。甘えてる。右も1枚来た。リール、リール来た。ジェッパ。もう引くね。10杯やった、10杯やった。はぁ、あ、マジごめん、ここもらった。10杯でした、マジか。ちょ、10枚入れたから。右から、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 右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 、電柱1人入った。車の左の方に流れてる。もう1枚左いる。正面3枚ロック。降りてきた。もうだった、ナイス。あ、ナイスマンやられ。ガロン、ガロン削ってる、ガロン削ってる。ガロン禁止。ガロン正面、ガロン正面。瀕死やない、瀕死やない、瀕死やない。ガロン正面、ガロン正面いった、ガロン正面いった。ガロンやれんか、ごめん。走り出れた。あんまガロンきついな、失しちゃった。ガロンジ走り、ガロンジ走り。ギュアル見てもらう、ギュアル見てもらう。リール詰めてる、詰めてる、詰めてる。やっぱ入った。ここだけやった。やれた。橋上ここに。自陣パー、自陣ジェッパー、自陣ジェッパー。リールやった、リールやった。ナイス。ミサイル3枚、ミサイル3枚ロック。ナイス。ギュアル、ギュアル来てる、ギュアル来てる、ギュアル来てる。ダイナモ左。ギュアル、ギュアル来てる、ギュアル来てる、ギュアル来てる。左、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 左。君積んでる。リール一緒に詰めてほしいな、これ。いやーごめん、ま、ここにリールリールリール禁止、リール禁止。食い物だけ、食い物だけ、食い物だけ、それリール左、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 左下が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 、今聞こえてないよ、これ聞こえてない、ほんとだ。ナイス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 。それインカンディガバだった、最後。ああだなぁ、危ねえ。そこの右の車の裏での戦闘絶対負けられなかった、ウトさんに。ああウトさんやっぱ上手いな、やっぱ舐めてかかれねえよ、あの人は。ガチで上手い。この壁で数さえお前とタメ張れる前線でしょ。あ、してない。絶対がやばい。大トロのエリアでお願いします。性格悪い。性格悪すぎるだろ。ガチかまあ、リッターだしね。まあ、うん。ちょっと待って。これさ、これさ、ちょっとなんか、これ大好きだまってことナイス様。ちょ、リッターに投げつけるか、ナモに投げつけるかは分かんないけど。え、したら俺もこれミサイル、スペースを積んでミサイル飛ばしまくった方がいいかな。ちょっとプライム出すわ。え、村子これ何ともやんの？やりたいようにやっていいと思うよ。ドーラーここ弱いし、どうせ。いや、相手相当有利なのかって出してきたな、そこ。え、だってリッター、リッター、やばいな、射的上なんないこと。いや、一旦は相当きついと思うけど、まあ頑張るしかないよ、多分これ。あ、じゃあ俺ずっとちょっと、ナイスマンは名前に投げた方がいいかも。名前に投げるわ。
いやーどうだろう、ナモかピッタかやってる村君どっちがキセイか教えて。とりあえず送ってんの誰かに投げる絶対ない、絶対ないけど絶カスだ。ラッキーハイプレイめっちゃ来るよ多分これ、ハイプレイ投げつけとこいじゃあ。了解、ハイプレイに合わせるよ。降りちゃうわ。はい、プレッサー来た。プレッサー奥投げてるでしょ。ライド、ダメ、ダイナマップ一発。あ、もう足んねえか、ごめん。さあ、やられた、裏入ってきた。うわ、帰れん、ごめん。エリアデュアルね。デュアル、右の方入ってきた。左、誰も見れない、これ。デュアルやった、デュアルやった、抱えた。ナイスプレー。左1いる、リールいる。これ無理だな、リールタイム勝てない。ダイナモミサイル、ダイナモミサイル入れてる。ナモ、ナモもやれる。ナモやった、ナモやった、2枚取りやった。強くたよ、あ、来てない。エリア、エリア1回。1回ね、エリア塗る、1回取った。塗るね。リールやらない、リール裏。審査ペストは反対だ。ごめん、ジェッパ。ごめん、ジェッパ落としたけど、ジェットもらうわ。右である、あまたまありそう。左ダイナマがいる、出ます。オレンジ発に入った。おお、デュアルエリア、デュアルエリア3人入れた。ダイナモとリールジェット3取りたいけど、これどれがじゃあ、デュアルあった、デュアルあった。リール左、リール左、リール左、端から来る、左端から来る。ナモメ、ナモメる、プレッサー、プレッサー。あんまない、あんまない。ダイナモ落とせるもん、ダイナモ落とせ、ダイナモ落とせ。リールジジジの裏から来そう。うー、右端1枚。ジジまだリールいる。リールにサイル入った。ごめん、ジェッカスあと一発。左ジェッカス、左ジェッカス、ジェッカス2、ジェッカス2、ジェッカス2。まずいだろそれ。おい、まだ、いやー、前出れねえんだよな、俺と一緒に誰も、これ。左まだ LD ね。左から落とさないと多分無理だと思う。左落としに行きたいんだけどな。左崩した、やばい、待って、ごめん、これ死ぬ。左まだいる。言われた、言われた。ナモマット、ナモマット、2枚やってる、2枚やってる。いや、いいか。ごめん、無理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 。足場攻めてほしいわ、これ。ラスト、ラスト、ジェッカス、ラスト、ジェッカス。ジェアリ来た。ダイナモ、ダイナモ、ダイナモ本で3人。ジェアリ以外だわ。オレンジ一発、オレンジ一発、ミサイル。ってたよ、引くわ、ごめん。右なも、右なも。あ、待って、死ぬ。すまん。左上の方からプレッサー。ごめん、言われ無理か。そう。いやー、絶対。無理だー。これ、左無理だな、これ。若葉ドームではさすがにきついな。前に出れねえ、どっちも。サイル出発来た。いや、うま。言われやったけど。ナイス。ここダイナモミサイル、ダイナモやった。リールあと一発、リール削って、リール削ってる、リール一発当てる、一発当てる。手前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 、それ絶対当てる、それ絶対当てくれ。頼む頼む頼む、ナイスナイスナイス、塗って塗って塗って。いや、これこれ無理にでも塗ってくれ。いや、ごめん、止めた。中央ゼット、リールやった、リールやった。エリア内ってある、俺の方に3枚減って向かってる、うん、エリア取った。俺の方2枚見てる、2枚見てる。あ、まあ、測った、あ、まあ、たまった。1枚剥がした、1枚剥がした。リールは高山さん、そこの2人にジェット、ジェットやった、ジェットやった。いや、ナイス。じゃあ端から LD、 デュアルもやった、デュアルもやった。偵察いたろ今の俺。 LD やった、LD やった、LD やった。ナモもやれる。
生あと一発、生あと一発、やった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 、天才すぎ今の俺、天才エリア塗るね、ナイス、やばすぎ俺あそこ天才だった今の、ナイスすぎる、見た今左のさ、敵インクの中で2枚持ってったの俺、うん、見た、やばすぎ、やばすぎあれマジでキャラコンテム神だったぞそこ俺、しかもインクなくなってさ途中で、やつが俺ドボでないな、うん、危ねえこれやばかった、ナイス、ラストガチで覚醒したわ、うん、気持ちいい、よしこれであいつらにオートロエリア出しちゃダメだ、どうしよう、あ、ザップかな、そしたらオートロエリア来た場合俺が持つべきは、ああ、でもあんなに上振れるのなかなかないぞ俺も、いやだから多分俺がアーマー持てばねお前少し楽になると思うから俺ザップ持つかも、ああ手が震えるわ今な、手越さん一回俺と一緒にさ行ってナイス様入って負けたなって、あれで一緒にやれたらよかったよね俺らが、うん、そうだね、そこだよな、ああクリープ投げすぎなんだよな俺が、相手からのあれを待とう、あそっか、これもう一回ね、これもう一回オートロエリア来たらちょっと笑う、え、同じステージなしでしょ、なし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 か、だからあのオートロどこかも、あ、ここはねえな、オートロヤグラとかアンチョビのエリアでお願いします、はい、はい、強いステージばっか選ぶな、向こうはははは、強いステージ強いぜ、そりゃね、何選ぶ、何する、どうする、オラローラ持つ、オッケー、スペラスは俺はこれでフライムだと一気にデュアルとダイナモが超楽になるの、めっちゃ楽だわ当たり前なんだけどさ、いやつかさ、あれだね、あの69さんのさハイプレめっちゃうまかったね、うまかったね、うん、あれちゃんと知っていきますか、でもハイプレとジェッパーが俺に向いてきた時もう死を確信したよねハイプレダメだと思ったらさ、なんか後ろからブイトさんジェッパー飛んできたわ、プリドさんのさジェッパー精度高くね、あれ、いやーやっぱジェッパー使ってるなっていう人のジェッパーであれは、うん、いやそれ当たるのってのが多すぎる、うまい、なチェッパー1枚以上絶対持ってくもん、あの人、うん、あの人はちゃんと読みで置いてくるからやらしい、俺は結構ドラッグとかなんか反射的なエムやっちゃうけど、ウルさんのチェッパー安定感があっていいよね、あやいな、あーしつえっ、ー、とミニチャリッタ右、リッタ右、リッタ右ね、ミニチャ俺これ、あーここは当たんないけどだな、左2入れた、そのミサイル詰めるわ、ジェッパー許してください、あのポイントしてた、ジェッパーと一発、ジェッパー瀕死、ここここここ、ジェッパーにミサイルった、瀕死瀕死、食い場で死ぬ食い場で死ぬ食い場で死ぬ、一緒に詰めた方がいい、それ一緒に詰めた方がいい、それマジか、いやーこれ詰めてほしかった、さすがにごめん、削って対面した時はミサイルじゃなくてメインで行ってほしいかも、そこビール右から乗ってくる、入ってる入ってる入ってる、上がるわちょっとこれビール無理だ、あ、左見る、手前手前いる手前いる手前、ミサイルミサイルいてる、あ、届くなあれ、左左でも左でも左でも、いやーマジか、わごめん立派だった、右から10%、下がって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 、ガチ下がってガチ下がって、そこで潜伏狙わないほうがいい、 DDD 登ってきてるよ、そこアマも溜まる、ミサイル溜まった、ミサイル溜まる溜まった、いいよ、入って入って入って、前まずショルは、あー、リタッ、あぶね、左リール、もらした、待って、あ、ミサイル右ワンやったけど、これも行かなきゃ間に合わない、いや、ごめん、いやー、伊藤さん、絶対にメインでカバーも入れてほしい、ミサイルは別にカバーにはならないから、あそこ食い棒だけでいいから、もうちょいそこで入れてほしい、わかった、さあ俺ゼロキルだった、いやこれはしゃあない、これまだった、ボコボコされた、
あれはなんだろう、なんか手前処理と、もしくは強ポジを溶かすときとかに使う感じで、うん、分かった。キルを通るイメージではない方がいい。どこやる？ガンガジ。チャーの車線が通りにくい場所で。ガンガジ行く？ガンガジ行く？ガンガジ誰も強いんだよな。ダイナモか、そっかだ。ダイナモ数チャーが弱い人じゃないかな。ビーバスは割とありだと思うけどね、正直。ビーバスとこ。つっくね。大丈夫か。ビーバスホコヤグラ。ビーバスホコ。ホコはやんないけど。え、ホコじゃないの？やるなら。あ、ホコ行く？うん。ビーバスじゃなくてもいいけど、ホコじゃないやるなら。確かにホコだな。ホコか、オッケー。ビーバスホコやってみるか。はい。久しぶりにやる。ビーバス。あ、スメッシュホコちょっと、まあ次ちょっとやってみたかも。あ、村子も。うん？ブリドさんいるとやっぱジェッパ出しづらい？単純に、あの、カバー寄りにしてるから、スシメ持ってる。あ、オッケーオッケー。ブリドさんいてもいなくても俺ジェッパ出せるなら出すよ。さっきね、もちさんから貴重な意見もらったからね。出さないと言わない。リール受け身。怪物が2枚ね。割れる。誰もいるか割れるかも。大丈夫、オッケー。わった。プレスタプレスタプレスタ。早すぎだろ。潜伏すね。OK。ちょうだいなも。左リール、左リール。ちょっと下がるわ、俺。ちょ、4枚6、4枚6、4枚6。3枚、右に3枚固まってる。リール、左行ってる。ダイナモやりたい。リール中央戻った。ダイナモの最後まで。ダイナモくるよ。もらうな。前に出て、すまん。すぐ逃げれんかった。あんまないでーす。えらい。ナイス。左からリール入ってる、左からリール入ってるよ。中央ジェット。一人じゃ無理だな。タワージェット。クイクイバーって使うし。あ、待ってんの？多分あるわ、これ。あった。左リールまで。ごめん3枚。ごめん2枚6。プレッシュ、アプレ。中央の場面取りに行った。奥だった、ごめん。左から10パー、左から10パー。前方向返すよ。10パー入り。ナイス、中央ダイナモン、中央ダイナモン。ナイス。甘え出る。あ、割るわ。1枚いった、1枚いった。これは、これは、これ。プレスナ、プレスナですだけ。近い、入るわ。了解。無理だ、耐えれなかった。いや、ごめん、無理だ。突っ込めよ。あー、芝聞いた。突っ込んで、突っ込んで、突っ込んで、ナイス、ナイス、ナイス。ナイスです。右3枚固まってると思う。止め1枚くれたもん、これ。あ、右でした。ウルトジェパ溜まってる。今来てるよ。左から、左から来るよ。左から来る、これ。左からジェパ、左からジェパ。アマジェット、アマジェット、アマジェット。プレッサー来た、プレッサー来た。プレッサー入れ、プレッサー入れてく。ミサイル入れて、3枚いた。ジェッパが全部いける。や。ザップやりたい、それ。やった。ナイス、でかい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 。ザップまだ、ザップまだ、ザップ飯さ見てる、ナイス。ジェットジェットやった。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。誰持つ？誰でもいい、誰でもいい、持って持って持って、そこ持って、そこ持って、これ。飛ぶ飛ぶ飛ぶ。右何もいる。リール正面、リール正面。下がる俺、これ無理だ、前出るね。今持ってた。4枚6、4枚6、4枚6、見されて、見されてる。やめた、ちょっと左、5回目左の方。ジェット抱え、ジェット抱えた。ジェッパ。ザップも抱え、ザップも抱えた。ギリギリ。ごめん、ダイナもらうわ。ダイナもやられね。今として、今として、今として。大丈夫、大丈夫。盤面取る、盤面取る。これ、中央まで行って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 、これ。オッケー。いける、いける、いける。相手結構人数増やしてる。中央一人いる。盤面取れたくない、盤面取れたくない。
下がって下がって、これ合わせたら下がって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 、これ合わせマスク、合わせマスク、さあ人数中級にやったらちょっと前出ることも視野に入れて動いてほしいもん。ここだけ止めた、ナイスナイスナイス、走行で止めた、ナイス。チェッパー右から、ハイプレハイプレハイプレ、ウサにミサイル打った、強いな強いな、ここ止めた、ここ止められない、ナイス。ホームやった、ホームやった、まだまだリール、まだリールいるよ、リール、リール右ね、リール右、レッシュその方、いやごめんリールもらった、右来てるリール、右からリール、裏来てる裏来てる、手越しこれ枯れそうかな、それ手前潜伏してる、手前潜伏してるよ、それもう。ナイス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 、ほこほこ右、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 プレッサープレッサープレッサー、これ落ちないね、落ちないね、ゆっくり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 、足場げる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 、サイキュー、じっくりじっくりやじっくりやじっくりやろ、大丈夫大丈夫、あぶねー、左までなんかいる、左から左からリリリリリリ、ミサイル中央ほこともう一人に入れてる、左三枚左三枚左三枚いる、一枚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 見てるよ、これ起こし残し残しんだ、リールやれる、リール、リールナイスか、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 左靴、左靴、左靴、これ中盤メントル、盤メントル、ぬる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 、残り1分、残り1分、残り1分、ゆっくり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 、正面は正面は、ザップザップザップ、一旦乗る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 、はい、3枚3枚6、プレス入れて、プレス入れて、プレス入れてる、中央に1人、右から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 リール、右からリール、これユルさん来てる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 、下がる下がる下がる、人数増えたから一旦下がるよ、これ、え、すまん死んだ、え、これはしゃあない、その位置までいったらしゃあない、これはジェット中の、あ、中央の塗りが来てる、リールジェッパジェッパジェッパ下がるわ、これよ、ここスカソスカソ、このジェッパスカソ、これはさあ、いいよ、これ引っ張れで正面甘リール登ってくる、まあ、リールやられ、リール滑ってくる、一枚やった一枚やった、いやー、ほこ止まんねー、ほこやったほこやった、今やった今やった今やった、オッケーオッケーオッケー、これ、これ、ワンナクティ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 絶対ワンナクティ、これ前前にボムボムだけ投げる、ボムだけ死ん、絶対しゃない絶対しゃないで、これ維持維持絶対維持絶対維持、1枚やったブルトさんやったブルトさんやった、ナイス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 、オッケーオッケーオッケー、ここ止め切った、危ねー、あそこナイスあれ、あーマジあれナイス、いやミシさんが時間稼いでくれたから間に合ったわ、あれナイスオッケー、あーあれだね、ビーバスここありだね、ありありすげえ動き、差を出せないステージを出すのあれかな、これうち、はあ、がパッサパサなんだけど一生喋ってる3人だね、5先だっけ、これ5先、5先、はい、ああ、あ、村くも、あの、あんまコーラはやめとほうがいい、喉が痛むから、あの、水とね、油の多いハムとか食べて、いやちょっと今までやってやんねんで、考えてるな、迷ってるな向こう。ヤグラやってないからヤグラとかかね。でもならエリアだと。まあエリアじゃないかな、誰もいるし。うん。うん、コンプか
本部エリアちゃーいまいちか。タチウエリアだから結構奇跡だね。もう同じこと考えてチャーを全面出されたらちょっと重いかな。マジで、あのタチウエリアが来た場合ちょっと俺もうずっと左からこう登ることしか考えない。タチウエリア来たら俺あのゾンビ寿司出していい？どうぞ。チャーに合わせてないと多分きついと思うんだよね。必戦でもいいんじゃないの？むしろ必戦はね俺ザコあのこんだけうまいのになぜかバケツの連動は低いっていう。そんなことね、バケツは使えるよ。必戦が使えないだけで。あれバケツ系とお前大体苦手じゃね？いや俺バケデコとか出せるよ全然。ああごめん、俺の中でお前の記憶はバケソウの先輩しかなかった。ノーリクス行ったらお前ローラー使えねえじゃねえか。いや違う、ソーリクス行ったらスパラトゥンズができない。確かに。これ大丈夫かこれ。そうやって。トイレ。トイレ？トイレにしたら長いよね。いや村上のトイレはだいたいこれくらい長い。これぐらいよくさせてくれ。それトイレなんてあれだろう。あ、はい、来た。お待たせしました。コンブエリアでお願いします。はい。ああ。まあ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 。コンベリアどうする？俺さ、一回さ、これも。あ、いい、ごめん、先いいよ。じゃあ、若葉どうもではちょっと。ま、俺、名も。やめとけって。ね、やめとけ。一回スプスピリアっていい？ここバレる。やっぱ。どうぞ。オッケー。俺がどうもで出そっか。若葉でいい？あまないときついか。あまないときついね。じゃあ、俺がどうもでもうひたすらエリア塗ってる。おまでちょっと若葉は。あ、さっき俺プライム出すよ。うん。となると俺も前目か、二人、あれだし。俺が戦ったやつに食い棒投げに来てほしいかも。わかった。後ろに徹してるわ、じゃあ。基本、俺が戦闘中のやつには食い棒投げるイメージを持ってくれるといいかも。了解です。よし、頑張ろう。ああダイナミンならスペゾーで。リガマとかだったらね、もっとゆるゆるくやっていいんだけど。勝ちにいってるしね。大会だから妥協はしたくない。リグマで多分手越しにここまで来ることないもんだって普段。さすがにないでしょ。そうそう、リグマ相手がそんな強くないしね。ああ。それはそう。やばい、リグマにさ、ジャクサみたいなのさ、コロコロ転がってるのさ、正規マスだぞ。このゲーム正規マスだけどね。バレル？ボーニー黒バレルダイナモ。まあバレルがそうだよな。まあバレルにここマジ強いからね。バレリミ左山いるわ。ワンやった、ブルトさんやった。ナイス。何もやった、何もやった。ペバナイス。いけるね。黒もやってる。いや、3枚やった、3枚やった、3枚やった。そいつにミサイル打った。やった、やった、4枚やった、4枚やった。ナイス。左から来た。右入る、右入る、右入る。右入る。OK。バレリやった、バレリやった。ナイス。一回塗りまーす。そっち行った方がいい？なんとかだ。左一枚降りてる。ダイナマイった。よし、これやるよ。黒やった、黒やった。ナイス。ナイス。バレるだけ、バレるとこ。正面一枚いる。バレる、クイボ投げてる。バレるミサイル。これ降りるわ。多分俺の方が来てる。左側もまだ降りてない。バレる。クイボ入った。フェモニー、あ、バレー入った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 よ。ナイスナイス。ナイス様来た。ナイス様に塗るね。これ取られちゃうかも。お前死んだんだけど、すまん。ダロミンダリで。エリア5に、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 ナイス。クラった、クラった。バレーやった、バレーやった。
ナイス、ダイナマルケ。一応わかんない。スプリンクなの、そして今。左、左、左。ナイスカバ。ナイス、ナイス。左一枚。オッケー。左52だと思われ。今降りてる。あれ今降りてる。左熱いわ。ちょっと待って、ね。左裏のとこ一枚。52ね。52がナイスも入ってる。あんまり出まーす。52裏入ってきた。ナイス様にミサイル撃ってる今。ナイス様死ぬわ。行ったやった。ごめん、ナイスカバー、ナイスカバー。52やった。あ、ちょっと待って。黒入れ、黒入れ入ってるよ。右、右、右が黒。どうし入っていいの ?52、10。5人裏、気をつけて。裏黒左、5人やってるよ。5人死んでる、5人死んでる。あ、やってる、オッケー、ナイスです。ダイナモ、ダイナモ右溝。あ、まもう。ダイナモね、一回。OK。ダイナモ。一回見るね。バレルにミサイル撃ってる。ダイナモやりきれねえ。ダイナモ正面、ダイナモ正面ね。5人、やれない、ごめん。5人右、5人右、5人右。ダイナモ抱え、ダイナモ抱えた。よし。5人や5人までいる、5人までいるよ、そこ5人やった。黒、黒正面いるかも、これ飛び入ってる、どっか左からダイナモ見えた。クリバ入った、一体相手余っていたよ。左山1枚、5人かな。右からナイスマ来るよ。左側の左側の5人、左5人塗るね。5人やった、5人やった、5人やった、5人やった。ナイス。うわ、やられた。ちょ、エリアない、2枚最悪。ダイナモエリア5に、エリア5に、エリア5に。俺、左位置しとくわ。俺、やられそう。はい、じゃあ、待ってて。危ねえ。ナイス様、ナイス様。ナイス様、溜まった。ハケ寄ってこしい。ナイス様。右に2人、右2人、左2人。右溝1人。自陣5に。右溝1枚。手前いる、手前いる。クラってクラった。ナイス。やですね。地味ずいる。左に。5人もかかった。エリア5に、エリア5に、エリア5に。2枚って、2枚って、5人やってる、5人やってる、5人やってる。2枚って、2枚って、2枚ってる。ナイス、ナイス。エリア正面、エリア正面に。ガシにめっちゃ、ガシにめっちゃ熱い。ちょ、ね。ダイナモエリア左。5に地陣入ってきた。あんま入れます。はい。地陣了解。左ナモ、右2枚、右バルトも1。右2枚、自陣の5人なんとかしたいけど。5人エリータ、5人エリータ、5人エリータ。やべ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 、それ。左手前入ってる、左手前入ってるよ。ごめん。右手前、カロ。カロナイス溜まってるよ。エリアない。引けねえか、ごめん。こっちですか。5人やった、5人やった。ナイス。ナイス。ナイス。俺のこと2枚見てる、俺のこと2枚見てるよ。一回塗りたいね、これ一枚って、エリア塗る。エリアない、バルルがいる。一旦エリアないかしごめん。クロやった、クロやった、あいちまだ5人もいる。ナイス最高、ナイス最高、ナイス最高、ナイス最高。左山バレル、左山バレル。ぬる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 。粘って、粘って、粘って、粘って。バレルが、いやー、しゃーない、これしゃーない、しゃーない。まだまだ、全然まだ鑑定量あるよ。あ、やら引けねえか。エリア黒、エリア黒。局者死ぞ。ナイス黒。俺右投げる。一枚手、二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 枚手。ナイス。絶対相手プライムきそうだなこれ。いやー違う、俺ほとんど何もできんかったな。9回か。ボコボコにしたわ俺相手のこと。18の3だわ、面白い。え、実際さ、村上どう動きやすさは。あ、塗りがあるから動きやすいよ。オッケー。もうちょいやるとね、食い場でサポートいけたらなっての。一生、怠慢でぶっこもれしてたな、ただ俺。対面村上さん、脇力しねえよ、今。村上さんさ、敵陣の方行くじゃん。あの時ってついてかない方がいい。ついてかない方がいい、あれは。わかった。裏で完全にヘイト買ってるんで。食い場かミサイルだけだね。ダイナワと、キュールか俺の方ミサイルが強いから、あれはもうほっといて、ミサイルだけ吐くんだってミサイル吐いてもらって、あのエリア取りに行ってほしい。わかった。頭届くならクイボかって感じだよね。ただ、無理してクイボだけに行かなくても大丈夫なんで。了解。基本エリア見る感じで。こいつ一人で完結してるからね。なんとかしてくる。まさかの。助けに行かなくていい。まさかの、勝ってますよ。
珍しく買ってる。珍しく買ってる。それ、初めての。初めての勝利。さっきだって、11戦やって、1回しか勝ってないからね、私。しかもその1回もチャワのローラーだしな。悲しくなるよ。チームが普通に強い。あのチームマジ強いね。相性いいよ。だって、抜けとか許さない硬いジャックさんとさ、めっちゃ全員さらしてくるチャワがいるからさ。失礼。デボンエリアでお願いします。はーい。エリアしかコーン。エリアしかコーン。関係があるから。ここは。あ、間違えた。危ねえ。ああ。スプスピーだね。バレルだと、多分あんなになんなかったから。完全に俺、エイマー戻ったよ、俺。昔に。エイマー戻ったガチで。デボンエリアさ、これありじゃないか？ない。ない。ない。使えるんか、それ。あ、デボエリアね、これかも。まあ、ローラーしちゃったら任せる。ローラベ以外だったら任せる、ローラー、スプラローラーは。ローラベだけは持たなければいいよ、別に。え、ローラベダメなんすかってことさ。ダメダメダメ、絶対ダメ、絶対ダメ。どこでバブル入ってか分かんないんだよ、なんかバブル消費されてる。とんでもないバブル入ってるから。自分用じゃねえよ。ん、待てよ。あ、まあ、いいや。明日も9時からで大丈夫かな、みんなは。大丈夫です。9時半です。9時半でいいですか？あ、9時半了解です。え、あ、終わらせに行きましょう、とりあえず。100パーツあるからトイレ行くよ。はい。もう落ちるか。俺もトイレ行ってこよう。じゃあ俺ゲーム内で証明しよう。たつきさん。ナイスって言ってるし、あいつ。あっぶな。やりたい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 。煽られたんだけど、殺すって聞こえたんだけど、向こう。ナイス。ナイスじゃねえよ。ナイス、ナイスやり。なんかあった？ペテゴシが一生タツさんこの子にボコボコぶん殴られてた。あの先に手出してきたなタツさん。今手こしたからな。いいんじゃない、女の人にボコボコにされるの。そういう、そういう癖なんですか、もしかして。そういう癖な方もいらっしゃるらしいね。そういう癖なんですか、もしかして。さん。そういう兵器をお持ちの方もいらっしゃるらしいね、噂によれば。そんな兵器、帰ってきた。そんな兵器じゃないんだけど。いやでも女の子に挟まれるのよくない。大丈夫そうですか？大丈夫です。わかりました。じゃあやりましょう。大丈夫らしいです。レジのさ、可愛くてさ、いい匂いのする女の子さ、他の場所に行っちゃうからさ。スネハラじゃん。でもスーハーできねえと思って。スーハーしようとするな。いやだって二人性とかサビ缶で言ってさ、すごいいい匂いしたらそれ嗅ぐでしょ。むしろ自分の匂いを嗅がせに行け。怖すぎ。無理。強い。あのなんか茶葉しか分かんないけどリゾットが登場するシーンみたいなポーズしてさ。俺も分かんねえよ、さすがに。なんかコロッケリゾット、なんかあの後ろで腕組んでさ、なんか腹と脇見せてる感じのポーズ。あーバーンってやる。どうしようか。正面3枚。ワンオイトマシンガじゃない。あ、待って、シンシンシンします。お疲れ様でした。たぶん。正面何チャーニクイバー、チャ、右、こ。右、右全部やってる、右全部やってる。
あ、最近2枚って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 右、右エルディ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 、ごめん、ダイナもらった、くそい、2枚って2枚って2枚ってる、ちゃんと止めてる、裏、裏来てる、裏来てる、裏来てるよ、これジッパーは今、裏了解、あ、裏、ジッパーで戻って、ジッパー戻って、ジッパーだったわ、あれ正面だな、正面だもん、正面だもん、左からザップ、左からザップ使える場所にビーコン、最悪ザッパーも、ザッパーも溜まってる、手前入って、手前入ってきてる、チャコラベね、チャコラベリールやった、リールやった、ザップを抱えた、今で2枚で2枚だ、チャーに10発入れ、チャーに10発入れるよ、俺ダイナマエリアね、ダイナマコぬるぬる、先ぬる、先取る、先取る、手前入った、ちゃんと目入ってる、一回引くね、右にリール、右リール、広場いるね、うん、一緒にやったら見に行ける、これリール、裏から見に行く、え、チャーにミサイル撃って、あ、無理、10発やった、10発やった、あ、無理、ナイス、チャージ一発で、チャージ一発で、ザップ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 、ダイナモヒで、ダイナモヒで、ダイナモヒで降りてる、塗るね、一回、ちゃんと目減ってるわ、ダイナモ抱えた、抱えた、ナイス、チャージ10発、正面ザップ、正面ザップ、しかした、しかした、しかした、急に一回、左長1枚、左長1枚、正面2、正面2、ザップやった、左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 、正面高飛んでる、正面高ブリトソン飛んでる、ブリトソン飛んでるよ、正面高、オッケー、正面1枚、1枚、1枚、さあ2枚か、2枚いる、ダイナマ、ダイナマ、ダイナマいた、ダイナマ、ダイナマ、ダイナマ、正面、正面は、正面は、正面ザップ、ザップ、リール、リール、ちょっとリール見た、リール見た、これ引くわ、うまっ、引きまーす、ちゃんとカレー、ちゃんとカレー、オッケー、ミサイル、ミサイル持ってる、まだチャートもう一人にミサイル撃った、下がるわ、一旦、あ、オッケー、オッケー、そっちにもう一人来てる、306、306、左一枚で、右広場はいない、右広場は今いない、了解、手前、手前行く、手前来て、手前来て、手前リール、手前リール見合ってる、裏、裏、裏来そう、これマッシュと塗り合ってる、リールあと一発、いやー塗りたい、リール見合ってる、リール幅剥がした、リール見合ってる、リール見合ってる、俺リールやった、リールやった、ナイス、うまっ、今日濡れない、チャーまずチャーめ、チャーめ、チャーもらった、エリア取れんかった、すまんね、これチャー、左広場ダイナモ、右一シューター、右一旦処理入れるわ、これ右10発入れた、はい、チャーに10発入れた、リールリール、一緒に見てほしい、リールこれ一緒に見てほしい、リール一緒に見てほしい、一緒に見てほしい、一緒に見てほしい、どこどこどこ、手前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 、リール終わった、ちょっとそれリールじゃない、それリールじゃない、俺が見なきゃダメだった、あれ、いや手前一緒に見てほしかった、誰か他にもう一人、俺撃ってるからさ、手前しょんなきゃ絶対前いけないのにさ、ね、見えてなかった、あー濡れないか、おめえこれ岩の試合結構しっかり動けたと思うけど、無理か、全然そのいやそんなことなかったわ、あれ動きてもチャーを、敵のチャーを普通に動かしてたら不利で、あそこ手前ちょっと一緒に沿ってほしいわ、手前だって報告入っているって言ってるのにさ、全員で入れつこんだらダメだよな、俺はあの時ね、俺左から回って名をやってから、あのザップやってってやってお前たちが落ちてた、うん、西田さんかリトさんが入れてたからどっちかは見てほしい、さすがにあれは、せっかくワンオンツーで相手甘剥がして俺当ててんのにさ、誰もカバー入ってこなかったらきついわ、あれ多分これが見なきゃいけないのか、スプボコは食い棒欲しかったな、そこは状況わかんないけどね、ごめんスプボコは慣れた、うん、そしたら俺が報告、いや手前って言ってるのがどこの手前かわかんなかったからちゃんと見えてなかった、村上さんごめん、あ、これ言って全部俺がカバー行くわ、スメシアグラちょっとやってみたい、ヤグラヤグラやめた方がいいと思うけどな、あーハイプレか、じゃあスメシ方向、ちょっとねスメシにねちょっとね希望を感じてる、一回もったよね、
言ってくれて、一回も言ってないからこそ。よし。本当いるか？仏語は多分論外でしょ、茶外なら。アロアナもローラー使えないから論外だとして。バッテラエリアとかあるけどね。ああ、バッテラか。調査ミはやめた方がいいし。ボトルガイザー、あれ、バブルの方。バブル強いからな、ここ。あ、バレた、帰ろう。右下でやるかな。クリップ入った。あー、下、敵下4枚、広場。はい。左のアモットも1、何もやった。リルリル、リルいけるかい。さあ、できた。くそ、やりきれんか。左、リールリールリール、はい、リール詰めてきた、左リール。あー、ごめん、左やべ、うん、ボトルか。左の、左一人、中央二人。ボトル左、左ダイナモン、左ダイナモンデュアル。あ、ごめん、中央ダイナモンデュアル。ナモン右、ナモンどこ行っちゃう。うますぎ、ごめん、ボトルもらった。あ、やった、ボトルやった、ボトルやった、ボトルやった。ボトル抱えね。下がった方がいいかも、それ。ってほしい。下がった方がいい、下がった方がいい、絶対下がった方がいいっすね。すまんかった。エリアリー、超リールね。さらためる、さらためる。全ブロック、全ブロック。ナイス、何やり。ナイス。一人地下、一人地下。クレバ入った、やった。ナイス、おるおる。前出るよ、俺。オッケー、じゃあ持つよ。持ってほしい。左に。あ、まとまってる。みんなって。右奥打つ、右奥打つ。左に。右2入れて、右2入れてる。1枚事故った、1枚事故った。やばい。左デュアルがいる。すごい、ごめん、出すぎた、今。デュアル左ね、左するまでいるよ。逃げれんわ、これ。誰もやられね。誰も右とか右とか。これも出かすって。右高な。いやー、44か。まあ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 。左高1、2、ヒールとも1。甘いでも。これ絶版に10発打った。剥がされた。中央デュアル、あ、中央ボトル、ボトルがいる、うん、ボトル割れたけど、ボトル中央ね、まだ3ロック入れてるけど。でも右のもバブル来るかも。リールあと一発。リールやった。あ、来た。ナイス。いや、ここし、ここやった。ダモン、アイコナイス。あとボトルだけ。ボトルも飛んでる。ボトル飛んできてる、ボトル飛んできてる。バブルの裏。ツール2枚ロックしてる、2枚ロックしてる。それも一発。地下めっちゃ熱い。一人帰った、一人帰って、一人左から行くよ。持つね。リール、リール、リール中央、リール中央。ジェッパ、マジか。中央ジェッパ、中央ジェッパ。中央ジェッパと。ジェッパ、ジェッパでやった、ジェッパでやった。ボトル、ナイス、3、3、3、3、3、3、落ちてるよ。ボトル瀕死。ここいる、ボトル。やった、強し、強し。面白い、面白い。俺持てないわ。もつ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 。あ、投げまーす。左ツー、右ワン。ナオやられ。1枚。リール。ナオ右。はい。ナオやった。ナイス。左にデュアルとリール。道作る、道作る、道作る。ナイス。ナイス、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 ナ
ッケーオッケー、悪くない悪くない、残り1分ね。あきっちりこう、きっちり23だから、歩けない、歩ける場所登られたらアウト。手越しこれバレたからね。ナイスナイスナイス、グッドサンエリー。それか引いていい引いていい、一旦引いていいよ手越し。はい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 、しっかりきっちり盤面取りに行こう。これ盤面作り優先してこう。相手結構強引に出れないから、ゾンビないから。下塗っとくね。おボトルある、ボトル降りた、ボトル溜まってる、ボトル溜まってるよ。オッケー一回、一回オッケー、ラスト30秒ラスト30秒ラスト30秒、オールだけ気をつけよ、これし。中央に2人、一応2人、一応2人。え、ブリト収まってるこれ。4枚ロック、4枚ロック。ナイスだ。ナイスナイス。よし、ここ死んだ、ここ死んだ、ブリト3死んだ。ちょい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 。左からは。あとはまだいっぱいある。中央、中央。ダイナモ。やった。カバーする、カバーする。ボトルやった、ボトルやった。オッケーオッケー、勝った、勝った、勝った。これ、してる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 だけ。いい。いいよ、これ、これ1人。いいよ、これ、前じゃなくて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 、前じゃ大丈夫大丈夫。オッケー。勝った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 。熱いやわ。たくさん勝ちたな。勝ちたよ。親フラだった。勝ったわ。俺もさっき叫んだせいで親フラ来たわ。え？叫んだせいで親フラ来たわ。難しいね。見た。ああ、やっぱ切ろうかな。いや、6万残しておくか。反省会含めて6万出してる。反省会、じゃあ、今から反省会しようか。はい。で、ちょっと、まあ終わったんで、みんなこっち来ておりますし。そうじゃな。しみじみ言うな、お前。しみじみするだろう。言わせてくれ。しみじみと。相当頑張ったなぜこれ。お前は頑張った、本当に頑張った、偉い。いやー今の対抗戦のやつは打色は、あれ見る見ない。ちょっとシャバとか帰ってこないと。なるほど。誰か呼んできてよ。部屋解散するか、とりあえず。そうね。ちょっと名前変えとくわ、早めに。俺も今変えとこう。ああ。疲れ。疲れ。お疲れ様でーす。強いだわ。テレチキ試験見ながら反省会したくない。確かに。みんな一般の方に行こうぜ。ん、うん、一般の方行こうぜ。OK。ああ。疲れた。お疲れ様です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 。勝利。申し訳下手かもしれん。とにかくチャーゴメタルステージだけ選んでたわ。めっちゃ気になったけどさ、なんでデボンデロラコラだったの。出してみていいって言うからいいよ、とりあえず。まあ、いや正直ね、デボンね、結構ロラコラさ悪くなかったでしょ、動きよ。いやビーコンは役立ったな。そうなんだ。あすげえ疲れた。お疲れ様です。オートロガチで上手かった俺。オートラね、やばかった、オートロ。オートラやばかった。たくさんとあの9歳囲いながら2球持ってたときは、脳汁出たわ。あらワンマンゲ。あらワンマンゲ。めっちゃ気持ちよかった、あれ。伊藤さん、絶対嫌なんだけど。バッテラで俺5回ぐらいからった。絶対なんかは3回ぐらい殺された気がする、伊藤さんに。いや、わかんない。みんな倒したから。誰なんか殺した。かっこいいことない。かっこいい。みんな倒したから誰か分かんない。コメントや。はずいはずいはずい。みんなよししろよししろ。伊さんの視点を見て反省会しようかみたいな話してんだけど。伊視点どうだった手越し。普通にバッテラのローラーで防衛されたの。あそこ防衛なければ刺さってたなと思ったね。バッテラーとかね、運が良かった。運かい。
運が良かった。運が良かった。運が良かった。はい。実力って言ってほしいな。いや、実力って言うとおごりが出るから。どうでしょう。ただ、あれは、なんだっけ。モデラーはやめた方がいいんじゃない。どっちなんし、コンボ踊ろう。モデラーで突っ込んでって、トネさんに返り討ち食らったのだったっけ。ああ、いかがあまりにも倒しやすすぎる。倒しやすすぎる。安いのか。ああ。13人いるけど、この通話すげえな。あ、すげえ。意識して出して。はい。テンション。テンション。テンション。なんでそのテンション低いの。みんな見る感じなん。いやもうみんな手越の動きを見たいから。時代コミュニティだな、手越の動きを見る回みたいな。いいの、テリチキデスクトップ映しちゃって。全然別に。もうこれはあれだな、手越塾と名付けよう。手越塾。あんまり人気なさそう。あ、ごめん、これ見せたやつか。あ、この時間から反省会するんすか。いや、もう鉄は通信出てくるから。すげえ。俺は抜けようかな。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。する方は、迷惑かけてるの俺だけ。いや、つかさ、このさ、時間から反省会は。佐藤のこのジャクソンの振り向き、いつの人はわけわかんないんだけど。佐藤、ちょっとやばかったね、あれ。ジャクソンはいつもわけわかんないから。あれで、ね、正直で、ちょっと、ジャクさんが、ちょっと、ね、あれで、ちょっと、キモいな、あれ。いや、ジャクさん、26と思えないよな、ほんとに。あの、壁の貼り付けやつは、あれはジャクさんが悪い。いや、ジャクさん、マジで 26? いや、もっと強いんと思うんだけど。なんで27言ってないの、ジャクさん。腹立つな。ジャクさん、27言ってなかったっけ。キャラが煽る。いや、これはジャクさんがしょうがないから。俺は死ぬまで煽るよ、この会話しても。俺はジャックさんが悪い。これね、多分ね、そもそも俺、アロワナローラー持たない方がいい。で、相手立体いるんだ。丸みと溜めたいな、だから。多分、アロワナはね、打ち抜かれたのがまずかった、村上さん飛ばした後に。あそこちょっと出すぎちゃった。ここのね、ブルドーさんのジェッパークソなかったんだよね。やれると思っていったら直られた。あ、これ、待って。びっくりした、マジで。下がれてほしい。下がれ。下がれ。下がってるけど。おお、下がった。ああ、間違えた。ああ、よかった。帰ってこれた。帰ってこれた、やばい。相手になんか挑発もされた負け犬とか言われて。聞こえないんだよな。大の敗北者。大の敗北者。あ、これはね、チェッパーがうまい。許して。アロマナさ、ずっと右押さえてたけど、どうだったんだろう、これ。ここはもうマジで右いたけど。いや、一人は右押さなきゃいけなかったんで。多分今見れるのも多分、薄くだと思うから。これしかない。ああ、ナイス。ナイス。そのままユートさん右に上げたい。ほら、右。いい潜伏だな。右も。ほら、やりきれんかったから、帰ろうと思って。帰れこれね、リッターもやりに行こうと思ったらね、ちょうど吹きとかぶっちゃったんだよね。俺、この時ね、迷ったんよ。着地溜まってさ、村雲にさ、ジャンプ着地しようかなと思って、迷った時にこいつが死んでしまった。あれはね、リールの復帰見てなかったから、ここ多分飛ばしたんだよね。飛ばしてこれ抜かれたのがダメだった。だって俺生きてるから。うん。これね、やっぱね、リター怖えわ。おすけさんとブルトさんの子が似すぎて、一瞬なんでブルトさんこの妻にいるんだろうって一瞬思ったわ、今。うん。ここ、ほんとアイコじゃないのが嬉しかったんだけどな。ブルドーさんやっぱうまいなぁ、カバー早いもん。よっ、潰してくれた、俺。威嚇のカバーだよ。ローラマジでここ何もすることなさそうできついな。いや、実際これできることあるのかな。テリシキさん、教えて。え、俺、なんならここローラ持たないよ。あ、やっぱり。ですよね。何持つの俺、バリアブル持ってるもん。バー。あ、バー。ローラじゃないか、それ。あ、そういうことか。ローラだけど、ストローラじゃないから。ダイナマはここ悪くないもんね。うん。あのね、こっちは生持つとしたらね、普通に茶の的だからね、それ以外がいいな。いや、本当に茶がうまい。機動力あるやつ。
やめてほしい、あのチャー強いステージばっか選んでくるの。デボンガチでやばかった。何それみたいな、多すぎて。逆に太刀を選ばなかったことにびっくりしてる、正直。ああ、そう、なんで太刀を選ばんのか。たつきさんだから苦手だからじゃないかなと思ったりするけど。なんか、いや、よくわかんないけど、出なかったね、うん、アンに。多分、まあ、登られて詰められることを懸念してもあるかも。あの、そうか、村上ブランクで状態で太刀をで、ジノさんボコしたからな。あれは違うだろ。あまだむでしょ。いやでも俺はスプシュ持っていこうかなと思ってんだけどね、途中から。いや、ブリトーを見る必要ないよな、あそこ。うん。はい、ここ、カエルジさんだ、下手くそだな、俺。そこ、5人だって分かったのに、ヘビに詰めて死んじゃったのが悪くなかった。いや、もうね、もう一回ね、もうちょっと逃げれるのか、手越これ。逃げこれ逃げ切った。はい、ああ、よく逃げ切ったな。そう。手越が、番号してる。おお、勝った。大丈夫？おお、勝った。おい、3時間やったら調子上がってくるんだな。めっちゃ大丈夫。じゃあ本番3時間前からアップ始めるか。6時間。いや別に構わんけど。今日はきついでしょ。ガチまでアップしてくれ。手越が多分アップしやがった時でみんな疲れてるよ。調整しきって多分。ここもうちょい見てあげたいな。言われがあるし。変えたらでかいけど、枯れないよな。こんなに動き興味を持っていろんな人に意見言ってもらえるって相当羨ましいコントだけど。ねえよ。うまいよ。俺もこの自場所食らうんで実はこれ。マジわかった。うまいよなこれ。うまかった。ああ。おっと思ったわ。下がりたいなそこ。ビビったわこれ。ブリトーに狙われてる。ええ、バレてなかったんよ。これすごいな。ここで寿司で持ったのすげえ久々だわ。あーごめん、うるさかったね今。ずっと矛の方向無視してるよねこれ。右から左行けばいいのに。言われてるよ。うん。うん、もうずっとだって最初から右だもん。ずっと右しか行ってない。なんかもったいない。自分で縛りをつけてんだよな。ここあと一発だったんじゃない？これなんか同期先生さ、ブリトさんのジェットパックなんか。なんかね、デュアルから逃げてたり、それがね、で、方向から離れてしまった。あれ正直言ってきついんだけど。でもカスタムじゃなきゃまだマシだよ、正直。あんま今個人的に評価高くない。うわ、なんか、重火すのが嫌だな、やっぱり。雨で強引に下げられるのが辛いわ、ミサイルより。うん、わかった。じゃあ持つわ。やめてもろて。やめてもろて。そんな言うなら持つよ。やめてもろて。俺ら、チームでしょ。俺ら仲間だろ。え？ NG は解散したよ。解散したの？つながり？解散したの？知らない。おかしい。あれ？あれ？オーバークック。あれ？二人丸々集合。ここで俺は2枚やるんだよな。ああ、これようやったな。マグレで。マグレなの？そこルート読んでそこに潜伏しといたとか言ってほしいんだけど。いや、普通に、味方が塗り広げてくるので、あ、これ、シールド裏までいけるなーってなったのがマグレ。普通だったら多分、シールド裏まで入れんかった。よう、そこ止めたな。これはね、俺のプレイじゃなくて、メシエさんの塗りがいい。メシエさんのこと要求するやん。実際そう。メシエさんうめえからな。ブリトにボコられて武器的にしょうがないと思うけど逆にバカバでブリトさんのリールボコしてたら怖いそれ多分参戦いけるチーターだよ多分オートイムついてるさバカバの球全部向かっていったらちょっとヤバそうだけどねいやデュアルの方に顔出してた立ちマジナイス怖いうんジェッパーがすぎる。うまいね。ブリトさんのジェッパーがね、うますぎる。やばい、うますぎる。とスプラしてるじゃん。ね、ナイス1枚。いろんなゲームが出てきて、全然浮気しないから、ね、本当に。地図だよね。あの男。モンハンしかしてないの。スプラしかやってないからな。モンハンってエピしかやってない。これね、これね。
リールのとこ来てほしいって言ってた。そうそうそう。今そんなに回る必要あるか。でもあそこめっちゃね。あこれやられたらまずいかも。はい、うん。いやここミシエさんのヘイト稼ぎがねマジ助かったんだよな。いやなんで俺あんな回ったんだ。よく生きてたねミシエさんあの場面。ラスト。ラストどうだったかな。でも下にいたんだよ。あ下にいたの。下にいたからずっと下だよ。あそうなんだ。あの俺らこの画面で見て左上で村雲さんがリールと向き合ってですね、カバ欲しいカバ欲しいっつってたじゃん。普通。あはいはいはい。やっぱサビも入ってたからあそこから流れてくる敵を倒そうと思って下から。あ敵入りの場所にいたから、ジエリ側は全然空いてた。あの、端上にいると思ったらラスト俺。ああ、問題の試合。あの、ここが持ち瞬間に。これマジで、マジでやばかったよ。問題の試合。よし、そんでもらったの、うん、俺が頑張ったら何やってたの大体。どうもで。どうもで。満を持してるからな。どうもで見て笑ったわ。ボロクソ言われてるよ。うちだって俺もくじけてたもん。いや、やっぱ若葉どうも出してきついよな、とか言ってさ。これね、初動ね、まず、あの、不法投棄をしてから、あの、無策に突っ込んで返り打ち食らうっていう、うまくですよ。ナイス様そこに投げる。そこさ、ここに投げたらよかったのに。多分ね、裏来てるの気づいてない。気づいてなかった。あ、裏来てるんだけどって言ってたもん。どこそこ。いやー、これはね、俺がね、トネコさんにワンワン挑んで、満タンは打てなかったな。どう投げて思ってくれるやった。私あの裏取りさ完璧見られてると思ってさ、これ死ぬなーって思ったけど、こっち投げないんかーと思った。絶対俺もそっち投げるやろうと思ってた。うん、だ目あったと思ったもん。いやだって横ちらっと見たじゃん。実は見てなかった。多分ねこいつのねあの視野角は視野はね多分ねライオンみたいな感じだから。30センチぐらいやん視野角。視野角30。視野角30。ブリトが詰めてここもだよね。無理もう俺が左諦めたもん。一回俺が左試して無理だっつって左捨てるよっつって左を諦めました。エリアマジでやばかったんだけど、ここエリアで死にたくないのにさ、たくさんポージで投げてくるしさ、なんかハイプレ俺のことめっちゃ追ってくるしさ、これエグすぎだろこれ。マジでこれ投げたらよかったのにとは思った。なんでブリトが詰めてんのに入るの早ますぎ。あ落としたけどもって感じだった。普通にハイプレが上手いからやだ。ハイプレ上手かった。めっちゃ追ってくる。でちょっと俺にだけ打たないでほしい。アーマー溜まるまで待っててほしい。アーマーが水溜まるまでちょっと待ってもらって。ちょっとそれ刺さるんでやめてほしいですか。ブリトン無理だからってことでエリア行った。いやいい判断だと思うそれは。多分左は趣旨取られてて。エリア塗ってなんぼでしょ。エリアの塗り勝ちをするしかない。これね、ハイプレね。もうね。あのハイプレ。ハイプレ打ったら人が死ぬから、ちょっと。あ、いいね、その。うわ、トネコさんが振ったの見て投げた俺。殺すためにハイプレ打ってんだ、こっちは。平和的に行こう。いやいやね。話し合いで決め、話し合いで。示談金出してください。現金か。テリスさんが出してくれるから。俺なんかい。ジョジョ円。出さねえよ。え？ウニク食べて。ウニク。ウニクはね。いやもう本当にハイプレが強え。これハイプレさんもやってるもんな。マジでブルドさんとノスさんの声似てるな。確かに。すげえ似てる。こう聞くと似てるね。そう、なんか口調もちょっと似てるしさ。似てるね、確かに。のんびり喋る感じも。そう、声のトーンというかね。初対面の時どっちか分かんなかったもん。あれブリトさんって見たらのすけさんで書いててさ、今となってはエペとかモンハンめっちゃあるからさ、上つくけど最初の頃はマジで分かんなかったね。違う、別赤だよ。たださんに別赤、別赤はちょっと別赤もやばい。実はクローン、どうすんの大会。クローンじゃない、足でやんのか、どっちか。足か。ダンスダンスレボリューションコントローラーでやるんでしょ。いやまたやばすぎる。踊りながら踊りながらやったら手で持ってる方のプロコンジャイロブレブレになんない。あのいやもうジャイロ切るね。ジャイロ切るの画面見ながら。やばすぎる。ジャイロ切るのよ、プロは。ジャイロ切るの、じゃあスティックでやるんです。スティックでチャーやって、あの
エルさんはダンスダンスレボリューションでやる。一人であのうちのブリトーさんはブリトーって僕一人で感じで。ブリトーさんのもうウェブカメラで見たい全部。踊ってんのおもろすぎるな。やばすぎる。こんだけでも似てる人いないよね、花子。うん、似てる、めっちゃ。そこ動物で見合ってもしんどいと思う。うん、しんどかった。まあ、いやそこブリトーさんやってみたらマジ助かったわ。あんま見合う武器じゃないよ。あー、ミシェルさんありがてえ、ここで入れとってくれんの。さすがだわ。しっかり缶詰で入れとってくれる。いや、しんどそれ。これが26よな、やっぱ。これが26バババよ。ここからの村くんもダメそうだ。ここはあのもう全然見えないけど上で あの力戦が繰り広げられてた。全然見えないけど上でめっちゃ頑張ってやってた。ここもうずっと生きてるもんな。ワンブイ2やってる。ワンブイ2勝ったから、これもう気持ちよすぎた。これそっちだ。逆あー、クモさんと同じ方向を進みたいな。おお。アイス玉の回数1回しか変わらない。ね。なんでだろう。一回試しに持ってみる。アンチョビのエリアマジでブリトーすごかったから。いや、彼はなかった。いや、アンチョビはね、ボコボコにされたりするよね。いや、正味ね、ラオできんかった。いや、正直、チャが避けてったら、そこにブリトーさんがなんか絶対構えて待ってんだよね。アンチョビーそっちの打開ずれたねって話した。あ、ずれたね。うん、実質チャーにはいるもんな。あっち、いやいや、他はチャーより弱いよ。ドーンっていうのないよね。ないね。チェッパー弱いけどブリトーが強いんだよ。どうして降りんの早くね。あ、いや、あの滑ったカーリングで突っ込む。まあそう言ったらもうとりあえず何も言えない。何も言えない。カラコン頑張ってもらってどうしたらよくないです。最強の免罪符だな、滑った。いやー、ほんまにね、これで、ね、降りるつもりなかったんよ。これ、カバー行ってほしかったな、手越し。ブリトーさんのジッパー割りのところ。もし、左ファンでバシャバシャローラ振ってて。左ジッパーでジッパーやって、カバーかぼし、カバシカバシカバシって言ってて。あ、これ辛そう。あそこブリトーさんやってたら、ワン、なんかちょっと変わった気がするけどな。僕はブリトーさんジッパー、やばかったからね。やばかったね。これは10パで3枚落とすのやばすぎ。これはあの潜伏から1位やれるかなと思ったけど無理だったから聞いた。敵茶入りにこの盤面作られたらもうおしまい感あるよ、ね、おしまいだね。もうカウントもないですよ、ね、もね。この片目はすごいなって話をしとった。いや片目切られた。これはすごかった。そこ無理して突っ、これローラー入り品数だとマジでこれは多分返せないと思う正直。ワンチャン左のルート通ってトネさん潰して着地かなと思った。これは、うん、いやーでも相当細くないその攻め。だいぶきついと思うけど、まあでもそれしかない。でも手越しに裏行ってほしくないんだよな。選択肢がやっぱあるが俺一応行ったんだよね。あの左誰か行くって。左行くのはでもいやでもきつそうだけどな。まあでも命がいけるとしたら命が軽いローラーかもしれない。正面で塗りのあれもできないし。俺の命はそんな軽くないんだよ。一角で落とせるからそっちで抜けるんだったらその可能性があるかなっていうぐらい。チームが選んだ。そうだね。今とこ1、2。リバ速も熱かったな。リバ速も熱かった。あの最後のホコヤルマジ偉かった。あれはね、ほんと。石井さん時間稼いでなかったら間に合わなかった。もちさん戻ってきた。ああ。ハイプレ回転早いよね。回転めちゃくちゃ早かった。あのこっちミサイル2枚積んでるからさ、もうほとんどハイプレに入ってたよね。動きづらそうだった。うん、これはブリトーさんの局者がだったね。一生手前処理してたもんね。これタツキさんに抜け見られちゃった。
ジェッパーリーボムいて勝ってやろうと思ったけど、なんか後ろから来たわ。めちゃめちゃ報告入ってた。まあだろうね。ドニコさんやった当たったしね。うん。とりあえず方向だけ止めてと。とりあえずもうブリトは最初から無理だと思ってね、行ってない。俺は多分降りないかな。ブリトさんと対面するときが一番緊張する、正直。ブロコン持つ手に力が入る。あ、そう、ここ完璧な潜伏決めたいよ。これすごかったね。あ、いい潜伏。その一個前だったら、この潜伏をもっと見せてほしいな。草が生えてる壁で多分見えないから。俺のとこはここクイボ3個飛んできたんだけど、詰めたら。ホコは強いと思うよ。ホコきつそうよね、トネさんたち。あ、なるほどね。まあ、ホコきついだろうっていうのと、これね、チャーが機能しないステージを選んでやってるから、まあ、ステージは相当きついと思うよ。バッテラビーバスとかはもう完全にチャーがきついっての分かってたから。あー、なるほどね。ダイナモンはホコ嫌いだから、基本的に。ダイナモンはホコが嫌いだから。あ、この時ね、誰かさんが使って。一生ホコ無理だから、ホコ無理、ホコ無理って言ってるの知ってるからさ。ダイナモチームにはホコを取らず選ばなきゃって思ったんだけど、なんか向こうに茶柱とかいうホコ得意マンがいたから、もう無理だ。本当にもう。あの人一生持つからね。やめてほしい、持たないでほしい。うめんだよ、ホコ抜けるタイミングとかさ、ルート選びが。茶はさ、ホコほんとうまいよね、あれ。人生の感覚っていうのかな。まあ、喋ってるんだろうけど、なんかマイク入ってないから何も聞こえないんだよな。うん、なんかね、聞こえないよ、茶は。もう寝てるよ。なんなら俺も終わってとりあえず各自するんかなと思ったら。みんな、明日仕事でしょ。よかったよ。俺も授業あるぜ。明日会議だわ。とりあえず。まあ、眠い人は各自。私はなんと休み。明日最終面接ですね。やっぱりこれは早く寝た方がいいんじゃないか。こっちの反省会も大事だけど、そっちの反省会もこれやってる場合じゃないんじゃないか。うん、ちゃんと人生に必要な方を選びな。哲学の授業。というわけで僕は寝ます。おやすみなさい。お疲れ様です。お疲れ様です。頑張れ。とりあえずあと14分です。おやすみ。ジャックさんとか勝ちたいなぁ、でも。そうね。これだけ。ジャックさんと勝ちたい？流して、そうだね。終わる感じで。あと13分ぐらいだし。早めに動きたい。すごいでもなんか。俺も後で録画開けとこう。安静会率の録画いらないか。みんな言うし。そっち来ないんかーい。プラツーンやる時間。